ガモウジサト、コウダロハン。大きいものや強いものばかりが、必ずしも人の注意に値するわけではない。小さい弱いヘイヘイボンボンのものも、なかなかの仕事をする。蚊のくちばしといえば言うにも足らぬものだが、淀川両岸に多いアノフェレスという蚊のくちばしは、その昔、 その川の傍らの山崎村に住んでいた一夜庵の総寒の肌絵を指して、そして総寒の怒りをわずらわせ、それよりこのエコーをして、総寒が姿を見ればガキツバタの火薬を発せしめ、従って総寒にノまんとすれど夏の沢水の妙句をつけさせ、 廃海ンガの歴史の干渉を飾らせるに及んだ。ハエといえばくだらぬもの上なしで、缶のンコをして、西洋は肉汁を好んで溺れ死することをいたす、と笑わしめたほどのものであるが、そのうるさくていまいましいことは、僧の王妖州をして、増僧洋婦の黄門寺をなすに至らしめ、 その追えば逃げ、逃げてはまたつどる様は、片倉小十郎をして、これを天下の兵になぞらえて、さすがの伊達政宗をして神戸を伏して、ともかくも豊臣秀吉の陣に参考するに至るだけの了見を定めしめた。微物、凡仏もまた核のごとくである。 元より微物凡物を軽んずべきではない。そこで今の人が好んで物物、微物凡物言うに足らぬようなもの、くだらぬものの上なしというものを、談話の材料にしたり、研究の対象にするのも、まことに面白い。のみのような男、しらみのような女がどういたした こうつかまつったというがごときすじみちの千木立てやなんぞに日を暮らしたとて、最も千番なことで、その人にとってはそれだけの値のあること、細菌学者が顕微鏡を覗いているのが立派な事業であると同様であろう。が世の中は、おはんや長江門、おべそやあまろうばかりで成り立っているわけでもなく、 バチルスやヒドラのみの宇宙でもない。獅子や虎のようなもの、ワニやシャチホコのようなものもあり、人間にも凡物でない非凡なもの、悪く言えばひどいやつ、褒めて言えば偉いものもあり、ワイ人や普通人でない巨人もあり、善なら善、悪なら悪、癖者なら癖者で優れたものもある。 それらのものを語ってみたりするのも、流行る流行らぬは別として、まんざら面白くないこともあるまい。また人の世というものは、その代々でおのおの異なっている。自然そのままのような時もある。形式づくめで決まりきったような時もある。悪く懲りこな代もある。情欲崇拝の代もある。 信仰老孤の代もある。だらけ切ったケチな時代もある。人々の心が鋭く強くなって、たぎりきった湯のような代もある。ばい菌のうよつくに最も適した、生ぬるの湯のような時もある。冷たくて活気の乏しい水のような代もある。その中でたぎり立ったような代の様を見たり語ったりするのも、 また面白くないこともあるまい。細かいことを語る人は今少なくない。で別に新しい発見やなんぞがあるわけではないが、たまのことであるから、たぎった世の巨人がどんなものだったかと、見たり語ったりしても悪くはあるまい。ハエのことについて、今挙げた片倉小十郎や、 伊達政宗に関連して、天正十八年、武つではの鎮護の退任を負わされた賀茂氏里を中心とする。歴史家は歴史家だ。歴史家臭い顔つきはしたくない。伝記家と囚われてしまうのもうるさい。交渉家、詮索家、古文書いじり、シミの化け物と、 俗最有気に罵られているような、そういうものの真似もしたくない。さればとて、古い人を新しくこね直して、何の寄り所もなく、自分勝手の糸を千木筋に引っ張り回して、変な操り人形を働かせ、芸術家らしくおつに済ますの謎は、地下の古骨に気の毒でできない。おおよそ何かしらによって、 手製の万八を不遠慮に加えず、こうもあったろうというだけを氷尺的に述べて、野良の縁側に内輪を振るって砲弾するという格で語ろう。今が穴ながち太平の世でもない。世界大戦は済んだとはいえ、どこかしらで大なり小なりの力こぶを出したり、青筋を立てたり。 鉄砲を向けたり、るいを作ったり、増刊所をガタつかせたりしている。それでもまずまず女房に化粧をさせたり、子供には可憐ななりをさせたりして、親父殿も晩酌の一杯ぐらいは楽しんでいられて、どんどんじゃんじゃん僧礼敵軍が押し寄せてきたぞ。ひどい目に遭わぬうちに早く逃げろなぞということはないが、栄力元気。 天章の頃は、とても今のものが想像できるような生やさしい世ではなかった。資本主義も社会主義もありはしない。そんなことは昼寝の夢に彫刻をした闘魂を断ずるような、拉ちもないことで、何もかもめちゃめちゃだった。永六の前は工事、工事の前は天文だが、天文よりもまだ前の前のことだ。 景気地方は権力者の争い騒ぐところであったから、早くより戦乱の地となった。当時の武士、喧嘩商売人殺し業、白鳥、国鳥、小仁だ鳥、すなわち物鳥を専門にしている武士というものも、そうそうちゃんちゃんばらばかり続いているわけではないから、たまには休息して、平穏に暮らしている日もある。 行儀の良いものは酒でも飲むくらいのことだが、犬を引き、鷹を肘にして遊ぶほどの身分でもなく、さればといって、何の洒落た遊戯を知っているほど利口でもない奴は、他に知恵がないから、博打を打って暇を潰す。戦ということが元来博打的なものだからたまらないのだ。爆地で勝つことの心よさは味わったが最後、 何に遠慮することがあろう。戦乱の世はいつでも幕地が流行る。そこで、社や寺は幕地場になる。幕地道の言葉に、道を取るだの、寺を取るだの、会長するだのというのは、今に伝わった昔の名残だ。そこで幕地のことだから、勝つ者があれば負けるものもある。 負けたものはかける量がなくなる。負ければ何の道の勝負でも悔しいから、かける量が尽きてもやめられない。仕方がないから持ち物をかける。また負けて持ち物を取られてしまうと、ついには何でもかでもかける。いよいよ負けてまた取られてしまうと、ついにはかけるものがなくなる。それでも強情に、 今人勝負したいと。それでは俺は土蔵一つかける。土蔵一つを何が資料のつもりにしろ。負けたら今度戦のある説には、必ず俺が土蔵一つを引き渡すからと言うと、その男が役を果たせるらしい勇士だと、うんよかろうというので、その口約束に従って駒を回してくれる。ひどいことだ。 自分の土蔵でもないものを、分取りして渡す口約束で博打を打つ。相手のものでもないのに、博打で勝ったら土蔵一個前受け取るつもりで勝負をする。こういうことが経由ではなかったから、雑書にも記されて伝わっているのだ。これでは資本の威力もヘチマもあったものではない。そうかと思うと、 一方の軍が敵地へ向かうときに、敵地でもなく我が地でもない、我が同盟者の土地を通過する。そのときその土地の者が敵方へ同情を寄せていると、通過させなければ明白な敵対行為になるので、武力を用いられるけれども、通過させることは通過させておいて、民家に宿舎することを同盟者絶して、 その一軍に便宜を供給しない。つまり有力者諸芸人を近県同盟の村で待遇するように待遇する。するとその軍の大将が武力を用いれば何とでも随意にできるけれど、いい大将である、仁義の人であると思われようとする場合には、寒風右折の夜でも押し切って宿舎するわけにはいかない。 憎いとは思いながらも、非常の不便を忍び、根拠を感受せねばならぬ。こういう民衆の態度や良見型は、今ではちょっと想像されぬが、なかなか手ごわいものである。現に今語ろうとする賀茂氏里は、豊臣秀吉、すなわち当時の主権執行者の命によりて、 王鎮護の任を帯びていたのである。しかるに葛西大崎の地に一機が起こって、その地の領主、木村富士を佐沼の城に囲んだ。そこで氏里はこれを助けて、一機を鎮圧するために軍を率いて出張したが、途中宿塾の農民どもは、宿も貸さなければ身丹などあたうる便宜も春居した。 これらは伊達政宗の領地で、政宗は裏面はとにかく、表面は宇治里と共に、一気鎮圧の軍に従わねばならぬものであったのである。重ぬものを無理狩りするわけにはいかぬので、宇治里の軍は欧州の厳頭の時にあたって、風雪の露営を幾よもあえてした困難は、察するにあまりある。こういう場合、 戦乱の世の民衆というものは、なかなかに極度まで、事故らの権利を残忍に労手している。まして敗軍の将子が多量を通過しようという時などは、恩もあだもあるわけはない無関係の将子に対して、民衆は表等的の行為に譲ずることさえある。遠く源平時代よりその彰子は歴々と損していて、 ことに足利市中世頃から、敗軍の少子の末路は大抵、土民のために最後の地を歴人させられている。一人明智光秀が、オグルス長兵に痛い目を見せられたばかりではない。こういうように、民衆もなかなか手強くなっているのだから、婦人坊の資産家などの危険はもちろんのこと、創殺にあまりある。 その代わりまた、手ひどい領主や敵将に出会った日には、それこそ草を刈るがごとくに、人民は命も取られれば、財産も召し上げられてしまう。でつまり今の言葉で言う、作衆階級も非作衆階級も、どれもこれも力の発動に任せられていた世であった。 理屈もヘチマもあったものではなかった。再建無視、対釈関係の棒引き、すなわち特性は霊人などよりずっと早く施行された。河野諸直にとっては、進化の最小は皆、自己の最小であったから。諸直の家来たちは、ご主人もいいけれど女房の召し上げは困ると言ったというが、 武田信玄になると、自分はそんな不法行為をしなかったけれども、命令雑婚を行わせたらしく思われる。どこの領主でも、兵卒を多く得たい者は、そういうことをあえてするを言わなかったから、教根主義などは随分古臭いことである。めちゃくちゃなことの好きな者には、実にいい世であった。 こういう恐ろしい、そして馬鹿げた世が続いた後に、民衆も目覚めてくれば、異性者権力者も目覚めてきかかった時、この世に現れて、自らも目覚め、他をも目覚めしめて、混乱と紛糾に陥っていた者を、生理へと急がせることに骨折った者が、信長であった、秀吉であった。 第五の第の字を忘れて、まごまごしていた悠筆に、大きい第の字でよいではないかと言った秀吉は、実に混乱から整理へと急いで、例えば乱れ赤づいた紙を、葉の荒い丈夫な櫛でゴシゴシと書いて、整え揃えていくようなことをした人であった。多少の毛髪は引き切っても引き抜いても構わなかった。 そのためには少しくらいは痛くっても構うものかという調子でやりつけた。ところが結ばれた毛のひとかたま塊、ぐっと櫛の葉にこたえたものがあった。それは漢八衆横領の意に誇っていた北条氏であった。ええ面倒な奴、一塊引っこ抜いてしまえ。と天下整理の大敗のもとに、 四十五カ国の兵を率いて攻め下ったのが小田原人であったのだ。北条氏の他に、まだ一塊の結ばれがあって、具合よく整理の櫛の葉に従って溶けなければ、引っこ抜かれるか引きちぎられるかの場合に立っているのがあった。伊達政宗がそれであった。伊達藤次郎政宗は、 十八歳で父照宗から家を受けた偉者だ。天正の四年に、父の照宗が板谷峠を越えて大森に向かい、相馬男女大筆と畠山右京之助吉継、大内備前貞綱との同盟軍を敵にとって兵を出したとき、年はわずかに十歳だったが、先方になろうと父に孝太くらいに、 けがさでさかしかった十八歳といえば今の若い者ならば出来の悪くないところでやっと高等学校の入学試験にパスしたのを誇るくらいのところ大抵のものは定級雑誌を単独したり活動写真のファンなどと具にもつかないことを大したことのように思っているほどの年齢だ。 それがどうであろう。十八で家督相続してから、補佐の良心があったとはいえ、もう立派に一個の大将軍になっていて、その年のうちに反復常なしであった大内備前を取って抑えて、今後威信なく来たり使えるはずに、口約束をさせてしまっている。それから十九二十二十一、 二二、二二十十十三、四と、今年天正の十八年まで六年の間に大正十四戦芦名佐竹相馬岩木二階堂白河畠山大内これらを向こうに回して追いつかいしつして次第次第に切り勝ってすでに西は越後境東は三春 北は出羽にまたがり、南は白川を越して、下野の那須、甲漬の盾林までも遺縁に達し、その上主らが心を寄せるほどに至っている。ことに去年、足名義弘との大合戦に、さすがの義弘を切りなびけて日立に逃げ出さしめ、他年の本会を達して合図を乗っ取り、 生まれたところの米沢城から乗り出して会津に腰を据えこれからいよいよ南に向かって馬を進めまず日立の佐竹を地祭りにしてそれから旗を天下に立てようという勢いになっていた。先導諸将を走らせ足名を追って会津を取ったところで部下の諸将らが大いに城を築き類を設けて。 根を深くし、下手を固くしようという義を立てたところ、さすがは後に太鼓を秀吉をして癖者と評させたほどの政宗だ。何そんなケチなことをと一生に伏してしまった。いわば少しばかり金ができたからとて、交際を買っておこうなどというそんなしらみったかりの魂とは根ぱくが違う。秀吉、家康はもちろんのこと、 政宗にせよ、ウジサにせよ。少し前の謙信にせよ、信玄にせよ。天下朝のごとく乱れて、馬煙や時の声、金庫の乱調し、炎症の蚊。鉄と火の世の中に生まれてきた優れた魂は、生ぬるな魂ではない。皆いずれも火の玉魂だ。延々列々として、 やむにやまれぬ貌縁を吹き出し、脈光を放発させているのだ。言うまでもなく、我が光をもって天下を覆う、天下をして我が光を仰がせようといきり立っているのだ。政宗の意中は、いつまで王うの変皮にうつうつとして万居しようや、時をえ気に乗じて、 王州駒の日詰のもとに天下を蹂躙してくれようというのである。これが数え年で二十四の男児である。来年卒業証書を握ったら、べそこ城に結婚を申し込もうなんと、思い値の無根七三にへばりつくのとはちと違っていた。初老心の新婚固定の儀をうふんと笑ったところは、 マ宗も実に良い器量だ。立派な火の玉魂だ。ところがこの火の玉より今少しく大きい火の玉が西の方より混転殺到してきた。名に従わず蝶を軽んずるというので、折衝を賜って関白がいよいよ投下して北条氏を攻めるというのである。 北条氏以外には政宗があってうかつに取り片付けられるものではなかったその他は六六の矢から関白殿下の重量が十分に圧倒するに足りていたが北条氏はとにかく八州に手が伸びていたので無郷は圧倒されなかった強盗をしたのだか何をしたのだか知らないが黄金をたくさん持って武者修行 悪く言えば漂浪してきた伊勢新九郎は、金貸しをして利息を取りながら、親分肌を見せては、だんだんと自分のところへ出入りする侍どもを手なずけて、ついに伊豆相模に根を下ろし、それから次第に膨張したのである。この宗雲という親父もなかなか食えない奴で、三略の第一章をちょびり弔問すると、 もうよいなどと言ったという大きなところを見せているかと思うと、主人が太り締まりだと、下女が軒場の蚊帳を引き抜いて焚き付けにする。などと、下女がやりてんぼうなことをする小さなことにまで気の届いている、すさまじい聡明な先生だった。が金貸しをしたというのは、けだし巨児ではなかろう。潮位のものでもなし。 「大勢で来たのでもなし主人に取り立てられたというのでもなしそんなことでもしなければ機微にも通じがたく仕事の人足も得がたかったろう」「明治の人でも亡老は同国人の借金の死に拭いをしてやりやりしてついにおのずからなる勢力を得て県営の地に達したという話だ」。 八百万両も貸し付けたら小人島の政治界なんぞには今でも頭の出せそうに思われる理屈がある。で宗運はよかったがこの後氏綱氏康これもまずよし氏康のこの氏政に至っては世襲財産で花の下の穴を埋めている先生で麦の炊き方を知らないで信玄にお坊っちゃんだと笑われた。 下女が乱暴に炊き付けを作ることまで知った長氏に怒って、生の麦をすぐに炊けるものだと思っていた氏政に至って、もう脈は上がった。麦の炊き用も知らない文在で、台所奉行から出世した関白とたち打ちができるものではない。関白がたびたび上洛を勧めたのに、悲しいことだ。お坊さんからいばりで、 弓矢で来いなぞと言ったからたまらない。待ってましたとばかり関白の方では、この大石を取れば、後は世話なしに勝ちになると、堂々たる大軍、徳川を街道より、真田を山道より先方として、前田、上杉、いずれも戦にかけては恐ろしく強い者らに、武蔵光月、孔介、 上下草阿波の諸国の北条領の白白六十余りを一月の間にもみつぶさせて小田原へ取り詰めた最初北条方の考えでは 玄平の戦に東軍の勝ちとなっている戦勝などを夢見ていたかもしれぬが、秀吉は平家とは違う。おまけに玄平の時は、東軍が踏み出して戦っているのに、北条氏はろくに踏み出してもいず、まるで様子が違っている。象形は少しもなく、敗景は明らかに見えていた。 しかし、北条も大大名だから、上方勢と関東勢との戦いはどんなものだろうと、上国の形成に達せぬ、王の隅にいた者の,の思ったのも無理はない。また、正宗も、長明を傘に着て、秀吉が命令づくに、自分とは別に恨みも何もない北条攻めに参会せよというのには、 面白い感情を持とうはずはなかった。そこで、宝条が十二分に髪型税と対抗しうるようになれば、髪型税の手並みのほども知れたものだし、何も慌てて幸福的態度に出る必要はないし、かつ宝条が敵し N にしても長く耐え得るようならば、家事はさほどに早く我が久しへ来るものではないと考えて、 狡猾にはそういないが、他人付き合いの間柄ではあり、戦乱の世の常であるから、京成官房、二神宝蔵と出かけて、秀吉の方の最速にも、かしこまり候とは言わずに、二役屋にあしらっていた。一つは、関東は関東の国自慢、王羽は王羽の国自慢があって、 北条氏が源平の戦勝を思えば、王羽は王羽で全九年、後三年の戦勝を思い、武家の神のような八幡太郎を敵にしても、生優しくは平らげられなかった事実に、心強くされていた角もあろうし、また一つは何と言っても、鼻っ張りの強い盛りの二十三子であるから、噂に聞いたサルメンカジャに、 一も二もなく幸福の形をとるのをいまいましく思ったろう。しかし正宗は、うじやすのような、己を知らず彼も知らぬお坊ちゃんではなかった。少なくも己を知り、また彼を知ることに注意を持っていた。秀吉との交渉は天正十二年頃からあったらしい。 秀吉と徳川氏との長久手一戦後の和が成立して、戦は勝ったがやはり、徳川氏は秀吉にいたされた形になって、秀吉の誠意流々となったからであろうか。後藤元信をして、正宗は秀吉に心象を通ぜしめている。除災ない家康は、もちろんそれより前に使いを正宗に使わして就効している。 家康は街道一の弓取りとして英明伝播しており、かつ秀吉よりはその位置が正宗に近かったから、正宗もおよそその様子合いを合点していたことだろう。天正十六年には、秀吉の方から初心があり、また刀などを寄せて鷹を凍っている。鷹は欧州の名物だが、 元より高は何でもない。これは秀吉の方から先手を打って、正宗を引きつけようというにあったこともちろんである。秀吉の命に出たことであろう。前田利家からも通信は来ている。がここまでは、いずれにしても何でもないことだったが、秀吉も次第に傍聴すれば、正宗も次第に傍聴して、 いよいよ接触すべき時が迫ってきた。その年の九月には、家康から使い書き、また十二月には、玄越というものを使わして、関白の命をこうむって、先導の諸将との争いを和睦させようと存じたが、受けたまわれば、この度和議が成就したよし、 今後また合戦沙汰になりませぬようにやりたい、と言ってきた。これは秀吉の方に、政宗の国内の事情が実質されていることを語っているものである。まだその時は、政宗が合図を取っていたのではないが、徳川氏からの使いの胸で秀吉の意を推すれば、秀吉は政宗が勝手な戦をして、 司法を三色しつつ、その代をなすを喜ばざること文明であることが、政宗の胸中に移らぬことはない。それでも政宗は遠慮せずに、三千塚という首塚を立てるほどの激しい戦をして、足名義弘をへこませ、とうとう合図を取ってしまったのが、その翌年の五月のことだ。 秀吉の胃を破り、家康の言を耳に入れなかったわけである。そこでこの敵の足名義弘が落ち延びたところは、同盟者の佐竹義信の方であるから、佐竹が、政宗という奴はひどい奴でござる、と一切の事情を、なるべく自分方に有利で、政宗に不利のように、 秀吉や家康に通報したのは自然の勢いである。これは政宗もバンバン合点していることだから、その年の暮れには、上方の富田左近証言や、瀬役員元威に書を与えて、どんなものだろうと探ると、案の定一泊や元威からは、合図の足名はかねてより通平しているのに、 貴画が勝手にこれを追い落として合図を取られたことは、殿下において甚だしく機嫌を損じていられるところだ、と言ってよこした。もうこの時は、秀吉は小田原の北条をほふって、いわゆる天下の見ごらしにして、そしてその勢いで、王を刃に血ぬらず整理してしまおうという計画が立っていた時だから。 もちろん、秀吉の命を受けてのことだろう。前田利家や浅野長政からも、また秀吉の後たるべき三好秀次からも、明年小田原征伐の右利は、兵を出して武神の職責を尽くすべきであると言ってきている。家康から、早く基準の意を表するようにするがおためだろう。 と進めてきていることももちろんである。明けて天正十八年となった。正月、政宗は両学院というものを京都へやった。 三月は斎藤黒兵衛が、京都から浅野長政などの書を持ってきて、いよいよ関東を覆う平定の大軍が投下する。北条征伐に従わるべきである。会期に従ってはなりませぬぞ。というのであった。そこで黒兵衛に返書をもたらさしめ、森や朱白、尾関大学の二人を京へやったが、 政宗のこの頃は、去年大賞を得てから優心没々で、秀吉東家のことさえなければ、無論日立に佐竹をほふって、孔助下助と次第に切りなびけようというのだから、北条政伐に借り出されるなどは、面白くなかったにそう言いない。ところが秀吉の方は、大軍堂々と、 いよいよ北条聖伐にやってきたのだ。さあ、新書の往復や、使いの馬の蹄めの音の取りやりではなくなった。今まさに、上型勢の旗印を読むべき時が来たのだ。金の千なり平坦に、また一つ大きな氷坦が添わるものだろうか。それとも北条氏蜜鱗の旗が、 霊光を放つことであろうか。サルメンカジャの軍略兵器が、真実その実力で天下を取るべきものか。政宗は抜かぬ刀をゆんでに取り絞って、ぎろりと南の方へ平弦した。たぎり立った世の侍にとって、恥ずべきことと定まっていたことは何箇条もあった。そのうちまず第一は、 聞き用事というので、敵が何万来るとか、何十万寄せるとか、あるいは猛言で聞こえた何がしが向かって来るとかいうことを聞いて、その風紋にへきえきして戦う心がなくなり、降参とか闘争とかに了見が傾くのを聞き用事という。聞き用事するやつぐらいケチなものはない。いかに日頃利口なことを言っていても、 聞きおじなんぞするものは武士ではない。次に見くずれというのは、敵と対人はしても、牛尾のごとく雲のごとき大軍、または勇猛士官の異性を望みみて、こいつは叶なわないとひょこすかして逃げ腰になり、度を失い騒ぎ帰るのである。聞きおじよりはまだしもであるが、 死分の深刻調のないことは同様である。不覚というのはまたその次で、これはその働きの等を得ぬもので、不覚の良くないことはもちろんであるが、聞き用じ見崩れをするものよりは、少しは除すべきものである。不胆恋は、不覚が心がけのたぎりたらないところから起こるに比して、 また一段と罪の軽いもので、場数を踏まぬところから起こる修行不足である。聞きおじ見崩れする奴ほど、人間のクズはないが、さて大抵のものは聞きおじもする、見崩れもするもので、ドイツのホラー服博士が、地球と水星が衝突すると言ったと聞いては、目の色を変えて行転し、 某国のおどかしっく号という軍艦の大砲を見ては、腰が抜けそうになり、新学説新機械だ右兵母と高頭する類は、皆これ、聞きおじ見崩れの手合いで、こういう手合いが多かったり、また大将になっていたりしてくれては、戦ならば大敗、国なら水亡する。平時の戦の大将 藤原信頼は、重森にはせ向かわれて逃げ出してしまった。あのような見崩れ人種が大将では、吉友や悪玄太が何ほど働いたとて勝ちみはない。弁正粛々夜川を渡ったかの猛烈な献身税が、暁の霧の晴れ間から、雷火の落ちかかるようにどっと切り入った時には、まず大抵なものなら、 見るとすぐに崩れ立つところだが、さすがは信玄勢の有無とこらえたところは、豪快倫理で、切り立てられたには違いなかろうが、実に見上げたものだ。政宗の秀吉における態度の明らかに爽やかでなかったのは、潔癖の人には不快の感を催させるが、政宗だとて、 天下の兵を敵にすれば敵にすることのできる力を持っていたので、かの南部の野平正真ですら、とにかく天下を敵にして戦ったくらいであるから、まして正宗がそう手っ取り早く基準と決しかねたのも、何の無理があろう。凡天丸の幼立ちからして、聞き用じ見崩れをするような下チな男ではない。 正宗の幼い時は人に対して物恥するような子で、野面や欧風な子ではなかったために、これは入弱で良い対象になる人ではあるまいと思ったものもあったというが、小児の時に内場で人に臆したような風なものは入弱臆病とは限らない。かえって早くから名誉心が潜み発達しているために、 そういう風になるものが多いのである。片倉小十郎影綱というのは、不幸にして欧州に生まれたからこそ、陪身で終わったれ、景気に生まれたらば、五十万石七十万石の大名にはきっとなっていたに疑いない立派な人物だが、その景岸は、早くも梵天丸のその様子を、囚人の非難するのを拝して、 いやいや末頼もしい和子様であると言ったという。二本松義継のために、にわかに父の照宗がさらい去られたとき、鉄砲を打ちかけて、そのために父も殺されたが、義継をも殺してしまったくらいの、いらひどいところのある正宗だ。関白の威勢や、三好秀次や朝野長政や、 前田利家や徳川家康や、その他の偶像無造などの新書や言語が何を言ってきたからといって、鳥のと、音、顎の羽音だ。そんなことに動く根性骨ではない。聞きおじ人種、見崩れ人種ではないのである。自分が自分で合点するところがあってから、自分の語の一石を下そうという正宗だ。 確かに関白と法上とを見積もってから、どうとも決めようという了見だ。後輩の決着に父としたとて、仕方はないのだ。そこで政宗が、法上氏の様子をも、上型勢の様子をも、知りうる限り知ろうとして、目もあり才もある者どもをたくさん発出したことは、推知せられることだ。 の方でも秀吉の方でも政宗を味方にしたいのであるから便宜は何ほどでもあったろうというものだ関白はいよいよ小田原攻めにかかり事態は日に迫ってきたところへ政宗が出した視察者の一人大峰金七は帰ってきた金七の覆名は政宗及びその老臣らによって 注意を持って聞き取られた。もちろん小田原攻め視察の命を果たして帰った者は、金七のみではなかったであろうが、その他の者の生命は伝わらない。金七が帰っての報告によると、サルメンカジャの北条攻めの有様は尋常一様、武勇一点張りの者のではない。その大軍といい、一般方針といい、 それからまた、千軍万馬往来の所有将の優位と言い,い、大豪の侍、覚えの兵らの猛勇で後者なことと言い,い、北条方にも勇士猛卒十八万余りを蓄えているとはいえ、到底関白を敵として勝ち見はない。ことに秀吉の軍略に先手先手と切りまくられて、 小田原の古城に大栄するを余儀なくされてしまっている上は、老中の金、不中の魚となっているので、遅かれ早かれどころではない。瞬く間に踏み潰されてしまうか、さなくとも上中義区の心の絶えなくなった頃を塩合いとして、扱いを入れられて、北条は会場をさせられるに至るであろう、ということであった。 金七の言うところは、明白で正確と認められた。ここに至って政宗も、今更ながら、さすがに秀吉というものの大きな人物であるということを、感じないわけにはいかなかった。沈黙はしばし、一座を覆うたことであろう。金七を退かせてから、政宗は老身らを見渡した。 小田原がやりつけられれば、その次は自分である。北条もこちらに対しては、北条六つのかみうじてるが、後藤元信にヨシミを通じて以来、仲を良くしている。サルメンカジャを敵にして立ち上がるなら、北条の滅ぼされる前に、一日も早く、上州野州武州と切って出て、北条に聖縁すべきだが、 先導諸将とはかねてよりの新旧宿敵であり、北条の手足をもぐために出ている秀吉方諸将の手並みのほども、詳しく承知してはいぬ。さればと言って、今さら起伏して、小田原高三会も時遅れとなっている。いまいましくもある。斬り合って戦いたいが、自分の方の石の足らぬ五だ。 うまく保ちたいが少し手数遅れになっているごで幾く,くかの損は犠牲にせねばならなくなっているそして決着はいずれにしても急がねばならないところだ胸山の顔は目玉がパッチパチという竜風の句があるがさすがの政宗だから見苦しい目パチパチもしなかったろうけれど さし、うこうしたには違いない。しかし、どうしても、天下を敵に回し、町名に盾をついて、部の頼時や平泉安平の二の舞をしてみたところが、才の目が三度も四度も我が思う通りに出ぬものである以上は、勝てようのないことは文明だ。そこで残念だが仕方がない。 小田原が潰されてしまったからでは、後手の上の後手になる。もう何を置いても、秀吉の陣屋の前に馬をつながねばならぬ、と考えた。そこでどうである徳川殿のすすめにつこうかと思うが、と言いながら、老神らを見渡すと、むっくりと神戸をもたげたのが、伊藤藤五郎重金だ。 東五郎茂金は、立派な欧州侍の典型だ。天正の十三年、すなわち政宗の父、照宗が殺されたその年の十一月、佐竹岩木以下七章の三万余儀と、伊達勢との観音堂の戦に、茂金の軍は味方と切り離されて、敵を前後に受けて、恐ろしい苦戦に陥った。 その時、茂金の体の下氷山内気というものが、ここでち地にしても仕方がない。一旦は引き抜かれるがよくはないか。と言った折に、ギリギリと歯を食いしばって、何の東郷郎茂金。魂ばかりになり申したら帰りもいたそう。生身で一足でも後ろへ下がろうか。とののしって、 悪戦苦闘のある限りを尽くした。それでその戦も結局勝利になったため、この度の合戦、全くその方一手のために、全軍の勝ちとなった。という感情を政宗から受けたほどの勇者である。戦場には老後、暴略もなきにあらぬなかなかの人物で。 これも早くから信長秀吉の目の近くにいたら、一カ国や二カ国の大名にはなったろう。正宗元服の式の時には、この東五郎茂金が立刀を報じ、片倉小十郎加月綱が衝刀を報じたのである。二人は誠に正宗が頼み切った老身で、小十郎も豪遊だが、 知略分別が勝り藤五郎も知略分別にたくましいが勇武がそれよりも勝っていたらしいその藤五郎重真が主人の上を思う熱心から今や神戸をもたげ目を見張って「藤五郎を損する旨を申し上げとござる秀吉関東征伐は今始まったことではござらぬ。 すでに去年冬よりしてそのこと定まり、長命に従い、北条攻めの軍に従えとは昨年よりの最速。今に至って小田原へ参考するときは遅れおり、父艦隊の罪は免れるところはござらぬ。たとえ厳しく咎められずとも、所領を召し上げられ、他年弓矢にかけて攻め取ったる国軍を、 むざむざ手放さねばならぬは必情のこと。我が君、今年正月七日のレンガのホックに、七草を一手に寄せて積むなかなと遊ばれしは、仙道七軍を去年の合戦に得たまいしよりのこと。それを今さら秀吉の指図にかかりょうとは悔しい限り、とてものことに、城を書き、砦りを構え、 天下を向こうに回して争おうには、勝敗は戦の常、小勢が勝たぬには定まらず、あはよくばこなたが切り勝って、旗を天下に立つるに及ぼうも知れず、おぼし飯返せられてしかるべしと存ずる。と勇気りんあたりを払って扇を膝に、戦場知ったの模ごえで述べ立てた。 その言の逃避はとにかく、こういう場合、こういう人のこういう言葉は、少なくも味方の勇気を信仰する行はあるもので、たとえ無用にせよ、いわゆる無用のようである。へたへたと誰も彼も降参気分になってしまったのでは、その後がいけない。その家の四季というものが意味してしまう。 唐五郎もそこをおもんばかって、こういうことを言ったのかもしれぬ。またあるいは、真に秀吉の意に従うのがいまいましくてこう言ったのかもしれぬ。政宗も唐五郎の勇気ある言を嬉しく聞いたろう。しかし何らの答えは発せぬ。片倉小十郎は黙念としている。すると、 原田様之助宗時という一郎神。これも伊達家の宗戸の侍だが、重真の言に反対した。伊達騒動の公爵や芝居で、むやみにひどい悪者にされている原田会は、その実凶悪なものではない。どちらかといえばカットするような直情の男だったろうと思われるが、その会は、 すなわちこの胸時の末だ。胸時も十分に遊武の侍で、資料もあれば身分もあったものだが、藤五郎の言を聞くと、いやいやそのお言葉は、一応ごもっともには存ずるが、関白もなかなか世の常ならぬ人。ヒップ下郎より怒って、天下の旗頭となり、徳川殿の弓矢に竹た,たるだに。 これに従いおらるるというものは、筆胸弔意を負うて、事を取られるがゆえでござる。今もしこれに従わずば、勝敗利害はしばらくおき、神は朝廷に背くことになりて、朝敵の汚名を葬り、従って北条のごとくに、あらゆる諸大名の矢の的となり、鉄砲の的となるべく、 行く末の安泰おぼつかなきことにござる。と説いた。片倉小十郎も、この時胸時の言に同じて、長命に従わぬという名を負わされることの、容易ならぬことを説いた。という説もあるが、また小十郎は、その場においては一言も発せずにいたという説もある。その説によると、 小十郎は何らの言をも発せずにしまったので、政宗はその夜ひそかに小十郎の家を整った。小十郎は主人のなりを喜び迎えた。政宗は小十郎の意見を正すと、小十郎は、天下の兵は例えばハエのようなもので、これを打って大手も、参じてはまた集まって参りまする。 とちょうど手にしていた内輪を振るって、ハエを打つ真似をした。そこで政宗も大いに看護して、天下を敵に取らぬことにしたというのである。いずれにしても、原田宗時や片倉小十郎の弦を用いたのである。そこで政宗は、小田原へおもむくべく出発した。 時が既に気を失し,したから、兵を率いてではなく、いわば義服を表示して、不散の罪を捨するためという形である。藤五郎・重真は留守の役、片倉小十郎、高野・伊奇・白石・駿河以下百期余り、兵卒若干を従えて出た。皇助を通ろうとしたが、皇助が北条領で、 親戚が諸々に設けられていたから、合図から米沢の方へ出て、越後寺から新州、甲州を大回りして、小田原へ着いた。王城攻めは今その最中であるが、関白は悠然たるもので、急にせめて兵を存ずるようなことはせず、ゆるゆると心のどかに太平で取り巻いて、城中の兵器を主観して、 その変の起こるのを待っている。何のことはない、勝利に定まっている語だから、タバコをふかして笑っているというありさまだ。茶の湯の先生の千の利休などを相手にして、悠々と秀吉は遊んでいるのであった。正宗参考のことが通ぜられると、あの率直な秀吉も、 さすがにすぐには対面を許さなかった。箱根の底倉にいて、追って何分の沙汰を待て、という命令だ。今更政宗は仕方がない。底倉の温泉の煙のもやもやした中に、鬱陶しい身を埋めているより他なかった。日は少し経った。すぐに隠見されぬのは、 もちろん常守備でない証拠だ。従ってきたものの中で、不代でないものは、主人に見限りをつけ出した。常ないものだ。飲みやしらみは、自分がたかっていたその人の寿命が怪しくなると、逃げ出すのを常とする。飲みは逃げた。しらみは逃げた。 貧乏すれば新しい女は逃げ腰になると聞いたが、正宗に従っていた新しい侍は逃げて退いた。その中でも、矢田の伊豆などという奴は、逃げ出して故郷の大里城によって、伊達に対して半旗を翻したくらいだ。そこで正宗の重視は、百旗あった者が三十人ばかりになってしまった。 ところへ塩加減を図って法院玄夷役員前総宮部前消防福原直隆、浅野長政初任が関白の命を含んで急門にやって来た浅野弥平が頭文でいずれも口利きであり外交駆け引き殺生応対の小手の聞いた者どもである。 しかし野兵らも正宗に会ってみて驚いたろう。まず第一に、歳はわずかに二十四五だ。短い髪を水引き、すなわち水練りにした小寄りで巻き立て、難しい目を一筋縄でも二筋縄でも縛りきれぬ面魂を光らせていたのだから、異相という言葉で昔から形容しているが、全く異相に見えたに相違ない。 野兵らもただ者でないとは見てとったろうが、関白の遺構を背中に背負っているのであるから、まず第一に町名を軽んじて、早く北条責に出陣しなかったこと、それから足名義弘を追い払って、私に合図を奪ったこと、日本松を攻略し、須賀川をほふり、勝手に四輪を三色した角角を質問した。 もちろんこれは裏面において、政宗の敵たる佐竹義信が、石田三成にこれらの事情を揚々告げて、そして大有力者の手を借りて、政宗を取り押さえようと図ったためであると言われている。政宗が人面は、これら諸方面との取り合いの起こった事情を明白に述べて、部門の維持、弓矢の手前、 やむにやまれず感化をとったことを言い立てて屈しなかった。また町名を軽んじたという点は、死林皆敵で、遠方の様子を存じへ申さなかったからというので言い開きをした。翌日またや兵らは来たって、主々の点を攻めたが、結局は要するに、合図や先導書上、 すなわち、政宗が攻略三色した血を、納め立てつるがよかろう、と好意的に悟したのである。そこで政宗は、仕方がない、元より我欲によって国軍を奪ったのではござらぬ、という潔い言葉に我が身をよろおって、合図も先導諸軍も、めいのままに差し上げることにした。 はあいた。秀吉は政宗を笠懸山の芝の上に置いて隠建した。秀吉は政宗に侵略の地を上納することを命じ、米沢三十万石を元のごとくあたうることにし、それで不服なら、国へ帰って何とでもせよと優しくもあしらい、強くもあしらった 葉の荒い、通りの良い手丈夫な、立派ないい大きな櫛だ。天下の整理は核のごとくにしてはかどるのだ。生成は生成を愛し、交換は交換を知るというのは小説の上等文句だが、秀吉も一別の中に政宗を、癖者ではあるがいい男だと思ったに疑いない。 政宗も秀吉を嫌なところもないではないが素晴らしい男だと思ったに疑いない。人を知るには一面にあり酒をひするにはただ三杯だ。歌ずんば交わりをなさずと言って真剣読書の殴り合いまでやってから真の法友になるのもあるが一見して交わりを結んで 簡単愛照らすのもある。政宗と秀吉とはどうだったろう。双方ともに立派な男だ。ケチビンタな神経衰弱ろう。シジミガイのような小さな腹で、少し大きいものに出会うとちっとも入れることのできないそんな手合いではない。カカアやガキを愛することができるに至って人間並みの男で。 交換を愛しうるに至って、初めてこれ交換。旧敵を愛しうるに至って、本当のできた男なのだ。サルメンカジャも独眼流も立派な交換だ。ケチビンタなしじみっかい野郎ではない。貴様がかねて聞いた伊達藤次郎か。お主がかねて聞いた木下藤吉かと。 互いに表を見合わせて、ちょうどと石岩と相行ったとき、うん、面白そうなやつ、話せそうなやつと、そう愛したことは疑いない。だが、お互いに愛しきったかどうだか、いや、お互いにそこのそこまでは愛しきれなかったに違いない。政宗は秀吉の男ぶりに感じて、 これを愛したにはそういないが、帰ってから人に語って、その底の底までは愛しきらぬところを漏らしたことは、行友ばな話に見えているとされている。秀吉も正宗のおさえに、かの手ごわな賀茂氏里を置いたところは、愛してばかりはいなかった証拠だ。父さんと父さんと、お互いに六部は愛し、 支部は余白をとどめていたのである。戦乱の世のことだ。いずれにも無理はないとなすべきだ。関白が政宗に配当を預けて山へ上がって、小田原攻めの手配りを見せた話などは今しばらく置く。さて政宗は、米沢三十万石に削られて帰国した。 70万石であったという説もあるがそういうことは交渉家の方へ預ける秀吉が政宗の帰国を許したについては秀吉の左右にせっかく山を出てきた虎を再び深山に放つようなものであるといったものがあるということだそんなことを言ったものは多分石田佐吉の輩ででもあろう その時秀吉は笑って、俺は急戦沙汰を用いないで王を平定してしまうのだ。何時らの知るところではない。と言ったというが、実にそのあたりは秀吉のいいところだ。政宗だとて、何で一旦関白面前に出た上で、またいまさら牙をむき出し、毛を逆立てて奉公しようやである。 小田原は果たして手強い手向かいもせず、拉致もなく軍機が粗相して自ら保てなくなり、ついに解城するのもやむを得ざるに至った。秀吉は何をするにも軽々と手早い大将だ。小田原が住むとすぐに所蔵を従えて、欧州へと出かけた。意を示して、 では、欧州人なでに収めてしまおうというのである。政宗が服したのであるから歯むかおうというものはない。秀吉が宇都宮に宿営したときに、政宗は片倉小十郎を従えて芸説した。小十郎は大谷義孝について主家を悪く、秀吉に思いとられぬよう行き届いた処置をした。 義高も人物だ。小十郎が合図足名の丘陵地の頭頂の入っている箱を開いて示した時には黙って開かせながら米沢の伊達丘陵の頭頂の入っている箱を小十郎が開いて示そうとした時にはいやそれには及び申さぬと挨拶したという大谷義高に片倉つ綱 これもいい取り組みだ。互いに抜け目のない挙動応対だったろう。秀吉の前に香月菜も隠蔽されたとき、吉高が、合図の城を引き渡しに愛なるには、幾日をもってせられるおつもりか、と問うたら、小十郎は、ただ留守居のいるばかりでござる。いつにても差し支えはござらぬ。 と言ったというが、いい挨拶だ。平勢行き届いていて、ことにあたって拉致の悪人であることがうかがわれる。これでその上に、豪遊で誠実なのだから、秀吉が政宗の手から取ってしまいたいくらいに思ったろう。大名に取り立てようとした。が小十郎は、恩を射するだけで誇示して、 あくまで伊達家の真として身を置くを甘んじた。これもまた勘ずべきことで、何という立派なその人柄だろう。朝の六右衛門正勝、木村八一右衛門清久は、会津城を受け取った。七月に小田原を潰して、八月には秀吉は、もう正宗の居城だった会津にいた。 土地の歴史上から言えば、合図は足名に戻さるべきだが、足名は一度もう落去したのである。事故の地位を、事故で保つ能力の欠乏していることを、表しているものである。この数陽の血を、在略武勇の足らぬ者に託しておくことはできぬ。まして伊達政宗が、 連年々血を流し、汗をしたたらして切り取った上に寄ったところの地で、いやいやながら差し出したところであり、人情としてよだれを垂らし、顎を垂れているところである。またさなくとも、屈強なる欧州の地武士が何をし出さぬとも限らぬところである。またそういう心配がなくとも、 高猾なでは欧州に信任すべき一優勝をもおかずして、神父の王の大名らの誰にもせよに任せておくことはできぬところである。これにおいて、誰かしらしかるべき人物を合図の首相に据えて、欧州ではの抑えの退任、分けては伊達政宗をのさばり出さぬように、表はじっとりと扱って、 時短を発せぬように、内々はごっつりと手ごわく当てて閉塞させるようなしっかりしたものを必要とするのである。この難しい場所の難しい場合の難しい役目を引き受けさせられたのが陳守府将軍、田原東田秀里の抜損と言われ、豪州日野の城主から起こって、 今は聖州松坂に、人方の将軍制として光を放っていた、賀茂忠三郎氏里であった。氏里が合図の守護、欧州出羽の抑えに任ぜられたについては、面白い話が伝えられている。その話の一つは、最初に秀吉が、細川越中の神忠興を合図守護にしようとしたところ、 越中の神忠興が固く辞退した。そこでお鉢は宇治里へ回った。ということである。細川忠興も立派な一生であるが、歌人をもって聞こえた有才の後で、人物の誠実温厚はあまりあるけれど、淵案内の土地へ移って、気心の知りかねる正宗を向こうへ回して取り組もうというには、 いかがであったもしその説が真実であるとすれば忠興が誇示したということは忠興の治療がなかなか深くてよく己を知り彼を知っていたということを大いに挙げるべきで忠興の人物を一段と立派にはするが秀吉にとっては第一にはその眼力が心細く思われるのであり。 第二に辞退されて、ああそうかと済ませたことがくだらなく思われるのである。でこの話は事実であったか知らぬが、面白くなく思われる。また今一つの話は、秀吉が合図を誰に託そうかというので、徳川家康と差し向かいで、互いに二人ずつ候補者を紙札に書いておいてから、そして出してみた。 ところが、秀吉の札には、一番には堀九太郎秀春、二番には賀茂忠三郎。家康の札では、一番に賀茂忠三郎、二番に堀九太郎であった。そこで秀吉は、欧州は国侍の風がなかなか手ごわい、九太郎でなくては、と言うと、家康は、 堀九太郎と欧州者とでは、茶碗と茶碗でござる。忠三郎でなくては、と言ったというのである。茶碗と茶碗とは、硬いものと硬いものとが衝突すれば、双方砕けるばかりという意味であろう。で、秀吉が悟って、家康の言を用いたのであるというのだ。 この話はよほど面白いが、この話が真実ならば、カニではないが、家康は目が高くて、秀吉は猿のように鼻が低くなるわけだ。堀久太郎は強いことは強いが、後に至って慶長の三年、越後の上杉影勝の国替えの後へ、四十五万石、あるいは七十万石の大砲を受けて入ったが、 植杉に影で糸を引かれて起こった一機のために、大いに手こずらされて、困った不成績を示した男である。また宇治里は、愛縁起縁というものであろう。秀吉にとっては主人筋である信長の婿でありながら、秀吉には花肌忠誠であり、縁者として、前田又左衛門敏家との大の仲良しであったが、 家康とはあまり向上の親しいこともなかったのであり、正宗はかえって家康と馬があったようであるから、この話も地と受け取り兼ねるのである。いまひとつの伝説は、秀吉が合図守護の人を選ぶについて、書長に入れ札をさせた。ところが札を開けてみると、細川越中の神というのが最も多かった。 すると、秀吉は笑って、俺が天下を取るはずだわ。ここは賀茂忠三郎でなくてはならぬところだ。と言って宇治里を任命したというのだ。俺が天下を取るはずだわという意は、人々の色力、眼力より、はるかに自分が勝っているという例の自慢である。この話によると、合図に賀茂宇治里を置こうというのは、 最初から秀吉の取りに定まっていたことで、入れ札はただ、書長の眼力を秀吉が試みたということになるので、そこがちといぶかしい。往復はがきでくだらない質問の回答を、種々の形のひょ先生方に求める雑誌屋の先祖のようなものに、千なり平坦殿下が成り下がるところが、いささか敏然だ。 いろいろの話のいずれが真実だか知らないが、要するに合図守護は、当時の諸将の間の一問題で孔断兵衛であったろうから、したがって諸々の憶測話や、姿勢任命や議論やの話が、転伝して残ったのかもしれないと思わざるを得ぬ。何はともあれ宇治里は、合図守護を命ぜられた。 ところが氏里も一応は辞した。それでも是非頼むというわけだったろう。そこで氏里は条件をつけることにした。今の人なら何か自分に有利な条件を提出して要求するところだが、この自分の人だから自己利益を本として釣り針のかかりのような嫌なものを出しはしなかった。 ただ与えられた任務を立派に遂行し得るために、その便宜を与えられることを許されるようにということであった。それは欧州鎮護の退任を全うするにつけては、豪遊の武士を手下に備えなければならぬ。ついては秀吉に対して、かつて敵対行為をとって、そのキーに触れたために、 今にどの大名にも召し抱えられることなくている浪人どもをも有名あって、自分の旗の下に置くことを許容されたい、というのであった。まことにこの時代のことであるから、一のある者でも、かつて秀吉にやり先を向けた者の,の浪人したのは、たとえ召し抱えたく思う者があっても、関白への遠慮で召し抱えかねたのであった。 宇治里の申し出は立派なものであった。秀吉たる者、これを入れぬことのあろうはずはない。敵対または感動の者なりとも、召し抱え、淵など随至るべきことという許しは与えられた。小田原の城中にいた佐久間久右衛門の城は、柴田勝家のおいであった。 同じくその弟の元禄は、さっさなりまさの養子で、二人いずれも秀吉を討ち取りにかかった、猛将作間玄馬の弟であったから、従々秀吉の憎しみはかかっていたのだ。これらの侍は、秀吉の敵たる者に不治されぬ以上は、秀吉が意見を有している間は、たとえ器量があっても、 世の埋もれぎにならねばならぬ運命を追っていたのだ。まだその他にも、こういうものはたくさんあったのである。徳川家康に憎まれた、水野三右衛門のごときもその一例だ。当時事故の進化で自分に背いた不ラチな奴に対して、何々という奴は、当家において差し許しがたきものでござると厳命すると。 どの家でもそのものを召し抱かかえない。もし召し抱える大名があれば、その大名と前の主人とは、急戦沙汰になるのである。これは不義背徳の者に対する、一種の制裁の立法であったのである。そこでこういう埋もれ着に終わるべきものを取り入れて召し抱える権利を、この木に乗じて秀吉から得たのは実に賢いことで。 宇治里にとっては、その代をなすゆえんである。前に挙げた水野三右衛門のごときも、徳川家から許されて宇治里に属するに至り、佐久間九右衛門の城兄弟も宇治里に召し抱えられ、その他同様の境外に陳臨していた者どもは、自然関東へ流れ来て、秀吉に敵対行為を取った小田原方にいたから、 小田原没落を気として、宇じとの招いだのに応じて、いわゆる戦場往来の覚えのつわものが吸い寄せられたのであった。宇じとが合図に放ぜられると同時に、木村伊勢守の,のこの八一上門は、奥州の葛西大崎に放ぜられた。今の仙台よりもなお奥の方であるが、 政宗の手はすでにその辺にまで伸びていて前年十一月に大崎の真の湯山隆信という者を引き込んで内々大崎氏を図らしめていたのである秀吉が出てきさえしなければ無論大崎氏火災氏は政宗の帰餓に立つを余儀なくされるに至ったのであろうこの木村府氏は昇進でもあり 武勇もさほどではないものであったから、秀吉は氏里に対して、木村おば、ことも家来とも思ってかばってやれ。木村は氏里を、親とも主とも思って仰ぎ頼め。と命令し訓与した。これは氏里にとっては、旅行に足輪を数けられたようなもので、何事もなければまだしも、 何事かあった時には随分厄介なことで、迷惑千番である。が、致し方はない。了承するより他はなかったが、果たしてこの木村不死からこと起こって、氏里は大変な目に遭うに至っているのである。氏里はどんな男であったろう。田原藤太の孫の年方が、初めて豪州賀茂軍を領したので、 蛾網と呼ばれた家の片秀という者の,の子である。この蛾網軍を、慶長六年、すなわち関ヶ原の戦の済んだ、その翌年三月に至って、家康は正宗に賜っている。仲の悪かった氏里の家の地をもらったから、大きな地でなくても、正宗にはちょっといい心地であったろうが。 すでに早く病死していた氏とにとっては、戦火に嫌な心持ちのしたことであろう。家康もまた、ちょっと変なことをする人である。氏里の父の片秀というのは、当時の日延子の幸唄に、仁とだに言えば下負を起こる。愚足を脱ぎやれ衣めせ。と歌われたと言われもしている。 ゲフという言葉は、あまり聞かぬ言葉で、以後かと思うが、以下で風というのは、その儀が花だ多くて、東風といえば頭痛、強風といえば神経疾患、中風といえば脳一血、その他から婦人の病、通風はリウマチ、なお馬皮風だのなんだのというのもあって、 病とか邪気とかいうのと同じくらいの広い意味を有していて、また一般にただ風といえば、気違いという意味で、風葬といえばすなわち、気違い坊主である。中風の中は、上中下の中ではないと思われるから、ゲフとは関せぬ。これは仏教中の翻訳語で、 花ははだ切な言葉である。風はやはりただの風で、ゲフは体から風を漏らすことである。癒しい語に、切な何とかというのがある。すなわちそれである。その人が心弱くて、戦争とさえ言えばゲフが起こる。とても武士にはなりきらぬゆえに、甲冑を脱ぎ捨てて方へを寄与。 というのが一種の歌の意である。これが果たして片秀の上をあざけったとならば、片秀は仕方のない人だが、またその子に、忠三郎氏里が出たものとすれば、氏里はいよいよ偉いものだ。しかし我儲けの者のは、その歌は、片秀の上を言ったのではなく、 片秀の古従との後藤末子に、総善院という山帽子があって、山帽子のことだから平城にも携わった、その人のことだというのである。なるほどそうでなければ、王へ目せの一句が唐突すぎるし、また領主のことを、そうひどくあざけりもすまいし、かつまた片タは、 信長に義の侍と言われたということから考えても、片秀の上を歌ったものではないらしい。ただし片秀が弱くても強くても、親父の善悪はせがれの善悪には響くことではない。親父はせがれの手細工ではない。片秀は佐々木の徒党であったが、佐々木義方が凡仏で信長に追い落とされたので。 一旦は信長に対し、死を決して敵となったが、縁者の神戸クランドの言に従って、信長についた。神戸クランドは、信長の子の三七信孝の養父である。そこでこの鶴千代丸、すなわち後年の氏里は、十三歳で信長のところへやられた。 いわば片秀に威信なき証拠の人質にされたのである。信長は鶴千代丸を見ると、なかなかのものだった。十三歳といえば尋常中学へ入るか入らぬかの年だが、たぎり立っている世の中の児童だ。その物腰物言いにも、だんだん自分を鍛え上げていこうという立派な心の開きが見えたことであろう。 信長は片秀に向かって、鶴千代丸が目つき凡ならず、ただものではあるべからず、信長が婿にせん、と言ったのである。これは片秀の心を取るために言ったのではなく、その翌年、鶴千代丸に元服をさせて、信長の男女中の中の字にちなみ、忠三郎秀松と名乗らせて、 真にその言葉通り婿にしたのである。目つきはなるほどその人を語るが、信長が人相の術を知っていたわけではない。十三歳の子供の目つきだけでは、婿に取るとまでは惚れないだろうが、別にこういうことが伝えられている。それは、鶴千代丸は人質のことゆえ、町の左近という者が付き人として、 信長居城の岐阜へ置かれた。ある時稲葉一徹が来て、信長と軍儀に及んだ。一徹は美の三人衆の第一で、信長が浅い朝倉を取って抑えるにつけては、対抗を立てている。大号にして武略を持った一生だ。しかし信長にとっては戸様なので、後に至って、 信長がその詳細をはばかって殺そうとしたくらいだ。ところが茶室にかかっていた艦隊士の詩の句を求められるままに読み、かつ講じたので、物陰でそれを聞いた信長が感じて殺さずにしまったのである。詩の句は劇的伝説をもって名高い。 雲は雪用に横たわっての一連であったと伝えられているが、坊主帰りの侍とはいえ、戦乱の世において、これを解くことができたといえば、修容のほども思うべき立派な文部の達人だ。この一徹と信長とが、司法の計略、天下の仕置きを談論していた。世は次第に老けたが、 談論は尽きぬ。とより機密の話だから、雑敗は席におらぬ。食を切り、扇を振るって論ずる、物静かに奥深き部屋の夜はいよいよふけてちんちんとなった。一徹がふと気がついてみると、信長の座を、やや遠く離れて我猛の小せがれが、単然と座っていた。 居眠りをせぬまでも、十三歳やそこらの小アッパだから、退屈しきっているべきはずなのに、耳を傾け、魂を入れて聞いていた様子は、少なくとも信長や自分の断論がわかって、そしてその上に興味を持っているのだ。さすがに武勇のみでない一徹だから、人を感識する道も知っている。いや、 こりゃあ偉いものだぞ。今の年派でこうでは。と感嘆して、恐るべし恐るべし、この子の行く末は百万にも章たるに至ろう。と言ったという。随分利口な芸者でも、いい加減に年を取ったげずらや野郎でも、相手にせずにそこらへ座らせておいて少し上品な談話でもしていると。 大抵のものは、自分は自分だけの胸の中でくだらぬことを考えているか、居眠りしたりするものである。鶴千代丸のこのことのあったのは、ただ者でないことを語っている。一徹の目に入ったほどのものが、信長の胸に映らぬことはない。おまけに信長は、人を試みるのが嫌いではない男で、 森乱丸の正直か不正直かを試みたくらいであるから、何ぞに付けて、鶴千代丸をしかと見定めるところがあって、そして我が婿にと惚れ込んだのであろう。鶴千代丸は、信長一徹の鑑識に背かなかった。十四歳の八月のことである。信長が伊勢の国寺の北畑と戦った時、 鶴千代丸はウイをした。ガモ家の覚えの勇士の、結界十郎兵、種村伝左衛門という二人にも先んじて、良い敵の首を取ったので、鶴千代丸に付け置かれた二人は、面目ないやら嬉しいやらで舌を巻いた。信長も大歓越で、手図から打ちあわびを取ってたまわったが、そこでいよいよその年の冬、 十二になる女子を与えて、岐阜で式を行い、その女子に、目ノと加藤治兵を添えて、十子と十二の夫婦を日野の城へとやった。もはや人質ではなく、ケ気に胃を振るった信長の縁者、小さくはあるが、豪州日野の城主の若君として世に立ったのである。 これよりして、忠三郎は、信長に従って、各所の聖戦に従事して功を立てており、信長が光秀に死いされた時は、光秀から大江半国の利を食らわせて誘ったけれども、説を守って屈せず、明智方を引き受けて、城によって戦わんとするに至った。それから後は、 秀吉の旗のもとについてだんだんと武功を積んだが、ことに九州攻めには、堀秀政の攻めあぐんだ頑弱の城に、熊井越中の神を攻め伏せて、有名をとどろかした。今ここに、氏里の功績を中記したい意もないから省略するが、かくて十四年の間に、次第に耐震になり、 はしのせいを賜わって、ひだの上氏里といえば、味方は頼もしく思い、敵は恐ろしく思う、人方の優勝となってしまった。秀での名は、秀吉と愛おかすを因て、改めて氏里としたのであって、先祖田原東田秀での里の字を取ったのである。天正の十六年、 秀吉が呪落の台を作ったその年、宇治里は伊勢の酔いよの森へ城を築いて、これを松坂と呼んだ。前の居城松ヶ島の松の字をめでたしとして用いたのである。当時昭井の下、左近への少将に任官し、十八万石を領するに至った。 小田原陣の時、無論宇治里は兵を率いて出陣していて、割合に他の大名よりは戦にあっており、先行を表している。それから関白が部位を王羽に示すのに従属して、宇都宮から合図とついてきたのであるが、今しも秀吉の懇識をもって、合図の上手、 欧州ではの抑えということに定められたのである。藤里はりを取ること厳春な人で、極端に自分の命令の徹底的ならんことをかるべきこととした人である。もちろん乱れ立った世にあっては、一軍の首相として、下辞の通りに物事の運ぶのを期するのは死闘のわけで、さなくても軍隊の中においては、 しもじもの心任せなどがあってはならぬものであるが、それでもおのずからに、還元の意があり、程度がある。各市議、李公室は、いずれも党の名称であるが、陣営の中の様は、大いに違っていたことが伝えられている。氏里は恐ろしく厳しい方で、小田原北条攻めのために、 松坂を立った二月七日のことだ。一人の侍に、賀茂十代の銀の生つの兜を持たせておいたところ、氏里自身、先人より後人まで見回ったとき、ここにいよというところに、その侍がいなかった。そこで氏里が、きっとここにいよと注意を与えておいて、それから組々を見回り終えて帰った。 よくよく取り締めた所存のなかった侍と見えて、またもやここにい,いよと言いつけたところにいなかった。すると宇治とは、ものも言わずに馬の上で太刀を抜くが否いいや、そっくびと打ち落として、兜を別の男に持たせたので、子孫らこれを見て舌を振るって驚き、一軍祝然としたということである。 岩石の城を攻め落としたときに、高坂左門、横山紀内、本田三也の三人が、戦奉行でありながら、礼を犯して進んで戦ったので、厳しくこれを咎めたところ、高坂横山の二人は、自分の巧妙のためではなく、火を城に放とうと思うたのであると、苦しい答弁をしたので許されたが、 本田は言い分立たずであったので、感動されてしまった。三夜は徳川家の不代侍の本田佐渡正信の弟で、隠れない勇士であったが核のごとくで、その他旗本から抜け入れて進み戦った岡佐内、西村様之助、岡田大輔、岡半七など、いずれも屈強の者どもで、 その戦に功があったのだったが、皆礼を犯した角で、いとまを出されて浪人するのもやむを得ざるに至った。氏里は核のごとく厳しい男だったが、他の一面にはまた、人を偶するにズバリとした気持ちの良いところもあった人だった。必ずしも、重箱の中へ羊羹をぎじりと詰めるような、 形式好き融通聞かずの偏屈者ではなかった。前に挙げた関白その他に敵対行為をとって、世の余され者になったつわものどもを召し抱えたごときは、その著しい例で、別にこういう妙味のある話さえ伝わっている。それは、氏里が関白に従って、聖戦を髪方やなんぞ励んでいた頃、 すなわち小田原人前のことであろうが、ある時松倉スケという侍が蒲毛家に士官を望んだ。ゴンスケは筒井純家に仕えていたが、どういうわけであったか臆病者と言われた。そこで筒井家を去ったのであるが、蒲毛家へ淵を望むことについて、こういうことを言った。 拙者は臆病者と言われたものでござる。ただし臆病者も、良性のもとに用いられる道がござらば、ご不治をこうむりとうござる。と言ったのである。筒井家は純慶流だの、ラが峠だのという言葉を今に残しているくらいで、あまり不変のかんばしい家ではない。その家で、臆病者と言われたのは、 虚実はとにかくに、これもかんばしいことではない。ところが宇治里は、その男を呼び出して対面した上、召し抱えた。自分から臆病者と名乗って出た、正直なところを買ったのだろう。正直者には勇士が多い。臆病者がぐうに感じて強くなったか。 多分は以前から臆病者なぞではなかったのだろう。ゴンスケは合戦あるたびにいい働きをする。で、氏とはたちまち物頭にして二千石を与えたというのである。後にこの男が討ち死にしたところ、氏里が自ら責めて、俺が悪かった。もう少しゆっくり取り立ててやったらば。 強いて討ち死にもせずに、だんだん武功を積んだろうに、と言ったということだ。この話をかみしめてみると、松倉権助も面白ければ、氏里も面白い。氏里は法令厳春である代わりには、自ら処することも、一号の艦隊もない。徹底して無人の面目を保ち、 徹底して無人の精神を振るっている。いわゆるたぎり切った人である。生ぬるな奴ではない。ガモ家ケに士官を望んで、新規に召し抱えられる侍があると、宇治里はこう言って教えたということである。当家の方向は、さして面倒なことはない。ただ戦場というときに、銀の生まずの兜をかぶって、 油断なく働く侍があるが、その侍に恥じぬように心がけて働きさえすればそれでよい、と言ったという。もちろんこれはまだ昇進であった時のことであろうが、君誘もヘチマも入ったものではない。人を使うのはこれでなければ嘘だ。ろくな店も工場も持っていぬやつが、 こやかましい説教沙汰ばかりを店員や職工に下して、己は座布団の上でタバコを吹かしながら、良いことを従るごときしらみったかりとはまるで段が違う。言うまでもなく、銀の生まずの兜をかぶって働く者は、氏里なのである。こういう人だったから、死位の少々、十八万石の大名となってからも、 小田原人の時は、驚くべき危険に身を暴露して、手厳しい戦をしている。それは氏里の方から好んでしだしたことではないが、他の大将ならば、あるいは尊頭的態度に出て、そして敵をして、その危機を多少なりとも成就するの利を得、味方をして損害をこおもるの勢いをなさしめたのであろうに。 宇治里が勇敢に職責を厳守したので、敵は何の功をも立てることができなかった。これは五月三日の夜のことで、城中に椅子組んでばかりいては、軍旗は日々に衰えるばかりなゆえに、北条型に去るものありと聞こえた北条宇治房が、広沢重信をして、夜討ちをかけさせたときと、 七月二日に宇治ふさがまた、かすが左衛門の城をして、夜地をかけさせた時とである。五月三日の夜のは、小田原勢がまだ勢いのあった時なので、なかなか猛烈であったが、ガモ勢の奮戦によって、もちろん追い払った。しかしその時の戦いはいかにもとっさに、急激に敵が切り入ったので、 宇治里自身まで槍を取って戦うに至ったが、ことすんで栄に帰ってから、身内をば改めて見ると、鎧の胸板下山に立ち傷が4箇所、レイの銀のなまずのかとに矢の跡が2つ、槍の絵には闘魂が5箇所あったという。もって宇治里が危険を物の数ともせずして、 自分の身を自分が置くべきとするところに置いた以上は、一歩も半歩も退かぬ豪遊の人であることがうかがい知られる。つまり氏里は、他を律することも厳春な代わりに、自ら律することも厳春な人だったのである。核のごとき人は、主人としては恐ろしくもあれば、頼もしくもある人で、 敵としてはいわゆる手強い敵。味方としては健常鉄壁のようなものである。しかし核のごとき人には、ややもすれば画集の強い、古い言葉で言えば、く袋の人が多いものだが、さすがに氏里は気量が小さくない。さらりとした騒浪快活なところもあった人だ。 かつて九州人岩弱の城攻めの時に、軍令に背いて感動された進化の者どもが、宇治里と向上の良かった細川越中の神忠興を頼んで詫び事をしてもらって、また新たに召し抱えられることになった。その中に西村様之助という者があって、大の男の大力の上に、 相撲はことさら上手のものであった。その男が感動を許されて、新たに召し返されたばかりの次の日出資すると、様之助、汝は大力相撲上手よな。さあ一番来い、俺に勝てるか。と言って氏里が相撲を挑んだ。氏里も元より非力の相撲弱ではなかったのであろう。 様之助は弱った。歓喜を許されて帰り、新参になったばかりなので、主人を叩きつけて、主人がいい心持ちのするはずはないから、当枠するのに無理はない。しかし主命である。挑まれて相手にならぬわけにはいかぬから、心得ましたと引っくんでねじあった。勝てば怒られる。 わざと負けるのは軽薄でもあり、侵害でもある。と惑わぬことはなかったろうが、そこは人の魂のたぎり立っている台である。様之助は思い切って大力を出して、とうとう内里をひねり倒した。そこで、やあ様之助、んじは強い。と主人に笑ってもらえれば常主びなのだが、そうはいかなかった。 忠三郎氏里、うんと緊張した顔つきになって、無念である。さあもう一度来い。と力足を踏んで、まなざし鋭く斎藤を挑んだ。見ているものは気の毒でたまらない。おやおや様すけめ、負ければ無事だろうが、勝った段にはもともと歓喜をこむったやつである。 手打ちになるか何か知れたものではないと危ぶんだ。様之助もこうなっては是非がない。ここで負けては、たとえ誤って負けたにしても軽薄者、卑怯者になると思ったから、余談なく一生懸命に練り合った。双方視力を出して争った末、とうとう様之助は氏里をやりつけた。 その時初めて氏とは漢字と笑って、いいやつだ。何時はこの俺によう勝ったぞと褒美して、その翌日、治療米かぞうを出したという。この話の最初、一度負けたところで、褒め言葉を様之助に与えて済ますくらいのところなら、少し腹の大きいものにはできることだが、 二度目の取っ組み合いをしたところがちょっと面白い。氏里の腹は広いばかりでなく、奥深いところがあった。こういう性格で、手厳しくもあり、打ち開けたところもあり、そしてその脳は遊武もあり、気略もあった人だが、その上に氏里は文化を喜び、趣味の発達した人であった。 やたけび時の声の世の中でも、放火殺人専門の野蛮なものではなかった。机によりて正座して、書籍に親しんだ人であった。足利以来の乱世でも、三好実久や大田道寛や、細川雄斎は言うに及ばず、明智光秀も、豊臣秀吉も、武田信玄も、上杉謙信も、 前に挙げた稲葉一徹も、伊達政宗も、皆文学に志を寄せたもので、要するに文武両道に達する者が、両性名称の資格とされていた時代の信仰にもよったろうが、そればかりでもなく、人間の本念を欺き覆うべからざるところから、優等資質を有している者が、文化を交渉するのは、 おのずからなることでもあったろう。今川や大内などのように、文に傾きすぎて弱くなったのもあるが、大将たるほどのものは、大抵文道に心を寄せていて、相応の造形を有していた。わがままな大閤殿下は、奥山に、もみじ踏み分けなくほたる、などという句を鋭じて、 細川雄斎に、鹿とは見えぬ森の灯火、と苦しみながらうなり出させたという笑い話を残しているが、それでも呪落台に行行を仰いだ時など、大作か知らぬが真面目腐って月並町の和歌を鋭じている。正宗の、刺さずとも、誰かは超えん大阪の、 石野と渦む、余波の白雪。などは、赤地の雪という大英の歌ではあろうか知らぬが、どうしてなかなか素人ではない。四十年前少々の時、巧妙いささかまた自ら密かにキス。老来知らず感化のこと、ただ取る春風通りの坂月。なぞと、 太平の世のいいおじいさんになってニコニコしながら、それでいて長谷倉六右六門、松本忠桜を南蛮からローマかけてやっているところなどは、味なところのあるいい男ぶりだ。その政宗監視の役に当たった宇治里は、文治にかけても政宗に負けてはいなかった。後に至って、政宗方との両分争いに、 足立ヶ原はガモーでも、川向こうの黒塚というところは伊達漁だということであったとき、平の金森の、道の区の、足立ヶ原の黒塚に、鬼こ漏れりというはまことか、という歌があるから、足立ヶ原に付属した黒塚であるといった、宇治里の源に利があると認められて、 ガモ型が勝ちになったという話は、面白いくじとして名高い話である。その逸話は置いて、宇治里が天正二十年、すなわち文禄元年、朝鮮人の起こった時、合図から京まで登っていった檻の気候を物したものは、今に残っている。文壇歌唱、当時の武将のものとしては、 その最学を称すべきものである。自生の歌の、限りあれば、深寝ど花は散るものを、心短き春の山風、の一生は、誰しも簡単するが、実に遊園が霊で、時や助けず、天我を失う、英雄志を抱いて、 読みにいる肥料創生の意をいかにも麗しく鋭いじいだしたもので三百年後の人をしてなお類寿を恥じしむるに足るものだそればかりではない政宗もそこくらい遊挙を命ぜられた折に心配の最中でありながら千利休を師として佐治を学んで秀吉をして ひなの都人だと短章させたが、うじさとは早くより茶道を愛して、しかも利休門下の高速であった。うじさと仲の良かった細川忠興は、茶帝の路地の植え込みに、薪の木などは面白いがまだ立派すぎると言ったというほどに、詫びの趣味に徹した人だが、うじさとも、 勇敢静寂のおさじには十分に徹した人であった。利休が心ひそかに、自らかなりとしていた茶入れを、氏里も目が高いので、しきりに装備してこれを混毛し、ついに利休をして、それをあたうるを余儀なくせしめたという話も伝えられている。また氏里があるときに、 古い古い油を運ぶ竹筒を見て、その器を面白いと感じ、それを花池にして水仙の花を生け、これも当時風がをって鳴っていた古田織部に与えたという話が伝わっている。織部は今に織部流の茶道をも華道をも織部好みの建築や器物の衣装をも残している人で、 利休に頑固すべき和尾道の大奏章であり、利休より一段簡略な和尾に徹した人である。宇治里のその花池の形は、普通に船という竹の釣り花池に似たものであるが、船とは少し異なったところがあるので、今にその形を模した花池を、船とは言わずに、油差しとも、 油筒ともいうのは、最初の因縁から起こってきているのである。古い油筒を花池にするなんというのは、もう風流において普通を超えて、総称文になっていなくてはできぬ策略で、総称の指図や道具屋の入れ知恵を受け取っている文在の茶人のことではない。 彼の山品のベチカンという大のワビチャ人が、糊を入れたちっきに、朝顔の花を生けて、女王の勝利を受け、糊壺という一気の形を残したとともに、策略無下の境外に行っている、風雅の骨髄を語っているものである。天下指折りの大名でいながら、 古油筒の面白みを見つけるところは嬉しい。山形岩節港は、茶の湯は道具沙汰にとらわれるというので、半島からあまり好まれぬようになったと聞いたが、時に利休もなく、織部もなかったためでもあろうけれど、藤里が詫びの趣味を下して、油筒を牡蠣に使うまで踏んんでいたのは、 利休の教えを受けたゆえばかりではあるまい。確かに両見の末所を合点して何にも徹底することのできる人だったからであろう。しかも油筒ごとき微物を取り上げるほどの細かい人かと思えば、細川越中の髪が不覚に氏里所有の佐々木のあぶみを所望したときには、 それが画網十代の長期であったにかかわらず、また家臣の渡り八重門というものが、ご許諾なされた上はいた方なけれども、ご当家十代の者ゆえに、ただ写しをこしらえてお使わしなされまし、といったほどにもかかわらず、天下に一つのあぶみゆえ、他に知る者はあるまいけれど、 写しを使わすなどとは我が心が恥ずかしい、と言って本物を与えた。そこで忠興も、後に我が所望したことが不ぞろであったことを悟って、返そうとしたところが、内とは、一旦差し上げたものなれば、ご遠慮には及ばぬ、と受け取らなかった。忠興もいい人だから、内との死後に、 その子、秀行へとうとう返塁したという話がある。竹の油筒を掘り出して勝備するかと思えば、ケチではない人だ。家十代の者をも、惜しげなく親友の所望には任せる。なかなか面白い心の行き方を持った人だった。さて話は前へ戻る。 格のごとき忠三郎氏里は、秀吉に見立てられて、会津の主人となった。当時氏里は、何万石取っていたか文明ではないが、松坂にいた天正十六年は、十六万石、もしくは十八万石であったというから、その後は対戦もなく、大功も立つわけがないから、大抵十八万石か、 少しそれ以上ぐらいであったろう。しかるに小田原人の手柄があって、後に合図に込められるについては、大沼川沼、稲川山、稲輪城、南の山、以上六軍。越後の内で小川の将。仙道には白川石川岩瀬、朝香足立二本松。 以上六軍、都合十二軍一将で四十二万石に放ぜられたのだ。十八万石ほどから一足飛びに四十二万石の大砲を賜ったのだから、たとえ大役を引き受けさせられたとはいえ、欧州ではの抑えという名誉を背負い、目覚ましい火力を得たので。 家臣連の喜んだろうことは察するにあまりある。これは八月十七日のことと言われている。ちょうど中秋のいざ酔いのあと一日である。秋は早い欧州の合図の城内。藤里は一人書院の柱によって、物を思っていた。天は高く晴れ渡って、壁楽に雲なく。 梅雨けき庭の表の木も草もしっとりとして、おもきのある夜の静かさに、虫の声声涼しく、水にも石にも、月の光が清く流れて白く、風流に心あるものの誘拐も、動くべき織柄の光景だった。北越の猛将上杉謙信が、数校の河岸月三校と、 能登の国を切り従えたとき銀じたのも、霜は陣営に満ちて、周期清き、ちょうどこういう夜であった。三国の大の英雄の宋盲督が、百万の大軍を率いて、五の国を洞滅しようとしつつ、月明らかに、星稀にして、鬱釈民波に飛ぶ。 と策を馬上に横たえて、死を伏したのもちょうどこういう夜であった。豪州日の五千石ばかりから取り上がって、今は日本武装の大国たるでは欧州。藤原の秀平や清原の武平の故地に踏み叱って、四十二万石の大六を領するに至った宇治里が、ただ行然と黙々としている。 自ざしていたのは、山崎家勝というものだった。いかに新陳な人とはいえ、かかるめでたき折にあたって、何か考えに沈んでいる主人の様子を、いぶかしく思ってひそかに注意した。するとこれはまた何事であろう。やがて宇治里の目からは、はらはらと涙がこぼれた。家勝は、 直ちに見てとって怪しいんだ。が、たちまちにして思った。これは歓喜の涙であろうと。カニは甲羅に似せて穴を掘る。仕方のないもので、くしゃくばしごはくしゃくしか届かぬ。自分の了見がその辺だから、家勝にはその辺だけしか考えられなかった。しかしそれにしては、 どうも様子が腑に落ちかねたから、恐る恐る進んで、恐れながら我が君には、ご楽類遊ばされたと見受けたてまつってござるが、殿下のとりわけてのご婚命、合図四十二万石の大六をかづけられたまいし、魚館のみ涙に場しおわすか、と聞いてみた。自分が宇治とであれば、 無論嬉し涙をこぼしたことであろうからである。すると宇治とはちょっと探索して、ああ、そのようなことに思われたか。我恥ずかしい。と言ったが、一段と声を落として、ほとんど一人ごとのように、そうではない山崎。我たとえ微禄昇進なりとも、 都近くにあらば、んぞの折にはいかようなる働きをもなし得て、旗を天下に吹きなびかすこともなろうに。退録を今受けたりとは申せ、山川るかに隔たりて、往生を霞の火に入れても、秋の風にたもとを吹かるる、白川の咳の奥なる奥州ではのひなにありては、 日頃の本ももとげんことは固く、我が槍も立ちも,も草むらに埋もるるばかり。それが無念さの不ぞろの涙じゃわ。今日より後は欧州の抑さえ、象打上大臣信長の婿たるこの忠三郎が、吉しなき田舎侍のガムシゃラどもをも、ことと品によりては相手にせねばならぬ。 面白からぬはめに立ち至ったがいまいましい。と京中のうずをしめやかに漏らした。無論勝家もこれを聞いてわかった。なるほど我が主人は、信長公の婿だ。今にわかに関白に立てつこうようはあるまいが、いわば秀吉は嫌い筋だ。秀吉に何事かあらば、 我が主人が手を天下にかけようとしたとて不思議はない、男たるもの,の当たり前だ。と悟るにつけて、このような草深い田舎に、身柄といい器量といい、あっぱれ立派な主人がうずめられかかったのを思うと、生前即然として、家勝も悲壮の勘に打たれないわけにはいかなかったろう。主人の考え、 家臣の考え宿として秋の木は、座禅座後に満ちたが、月は何知らず冷ややかに照っていた。氏里が合図四十二万石を受けて、喜ばずに落涙したというのは、何という味のある話だろう。花くそほどのボーナスをもらってカフェへ駆け込んだり、 高等官になったとてカカドのに誇るような極楽とんぼ、ナバタケ町長に比べては罪が深い。無邪気でないには違いないが、氏との感慨の涙も、さすがに氏との涙だと言いたい。それだけに、生まれついているものは生まれついているだけの状態がある。関心が、 交換反感のやからと語をなすのを恥じたのは、関心にとっては何をすることもできないことなのだ。反怪だって立派な将軍だが、生きてすなわちカイラと語をなす。と仕方がなしの苦笑をした関心の笑みには、涙が催される。宇治里の書院柱に寄りかかって月に泣いたこの涙には、 片方の笑みが催されるのではないか。さすがにいい男ぶりだ。トンボ蝶々やキリギリスの手合いの、免職された失恋したなどという目から出る、酸っぱい青臭い涙じゃない。タダサブ三郎の米の飯は四十二万石。後には百万石もあり。女房は信長の娘で、良い器量で。 宇治里死後に秀吉に挑まれたが、位牌に三郷を立てて天になってしまったほど、忠三郎さんを大事にしていたのだった。天下の見ごらしに北条をやりつけてから、その勢いのはけついでに、武位を奥州に示して、人なでになでた上に、氏里という強いものを抑えにして、秀吉は京へ帰った。 欧州ではは、里面ではもやもやムクムクしていてもまず収まった。ところが収まらぬのは伊達政宗だ。せっかくくわえた大きなカモを、これから食おうとしてよだれまで出したところを、取り上げられてしまった犬のような位置に立たされたのである。関白はじめ、初代将らが帰ってしまってみるとなんとかしたい。なんとかする段には、 仕方はいくらでもある。仕方がなければ手も引っ込めているのだが、仕方があるから手が出したくなる。しかし、宇治里という重しは、かなり重そうである。宇治里は、白川おば関右表への城、須賀川おば、田丸中司昭雄、あこが島ま場ば賀現在門、大月を賀毛中衛門、 稲輪城を賀毛白兵衛、南山を小倉孫作、稲見を賀毛左門、塩川を賀毛稀内、津川を北側平左衛門に与えて、部位も強く、政治も届く様子だから、正宗もうかつに手をかけるわけにはゆかぬ。こうなると、暴風雨は弱い兵に立た,たる道理で、魔の手は賀毛へ向かうよりは、 カ西大崎の新領主となった木村伊勢守不死の方へ向かって伸ばされ出した。木村不死は部変もさほどではなく、小勢でもある。伊勢不死が土地を踏んでまごまごすれば、賀茂はこれを捨てておくわけにはいかぬ。伊勢不死のいる地方と賀茂の合図とは、その間はるかに隔たっているけれども、 必ず貢ぐなろう。賀茂が合図を離れて動き出せば、衝突の出陣。縁案内の土地、臨機応変の仕方は何ほどもあろう。木村賀茂に味噌をつけさせれば、幸運は自然にこちらへ転げ込んでくる利害だというような了見は、おのずも損したことであろう。政宗方の支伝に、 何もこういう計画をしたということが残っているのではないが、前後の事情を考えると、邪水かは知らぬが、こう思える節があるのである。また木村節は、実際昇進で無能であったから、今度河西大崎を賜ったについては、人手が足らぬから、急に浪人どもを召し抱えたに違いなく、浪人どもを召し抱えても、 はっと厳正にこれを取り締まれば差し支えないが、元来地盤が固くないところへ、安武神をしたように、規模が畳んで花粉花方が確立していないところへ、世に余され者の浪人どもを無関式に抱え込んだのでは、いずれ、おとなしくないところがあるから浪人するにも至った者どもが、何この欧州の田舎者目と侮って、 不通りを働くことも優勝なことで、そうなればさなきだに、他国者の天下り武士を憎んでいる地侍の怒り出すのもまたありうちの上々であるから、そこで一気も起こるべき可能性が多かったのである。戦乱の世というものは、いつもその下とその上と和睦しがたいような事情が起こると、 第三者が密かにその下に助力して、その主権者を追い落とし、そしてその土地の主人となってしまうのである。あるいはことに利を食らわせて、その下をして、その紙に背かせて、我に心を寄せしめおいて、そして表面は他の口実を持って、襲ってこれを取るのであるし、下たる者も,もまた核のごとくにして、 事故の地位や所得を盛り上げていくのである。密かに心を寄せるのが内通であり、利を食らわせてことを起こさせるのが速路を買うのであり、まだ表面には何のこともなくても、多量他国へ対して計略を巡らすのが陰謀である。例えば伊達政宗が合図を取ったとき、一旦は降参した横田氏勝のごときは、 降参してみると、所領をあまり削減されたので政宗を恨んだ。そこで政宗から合図を取り返したくて、使いを石田三成へ使わしたりなんぞしている。そういう理屈だから、秀吉の方へ、政宗が小田原へ出しぶった腹の底でも何でも知れてしまうのである。このごときことは、孔にも乙にも、 神にも下にも互いにあることで、戦乱の世の月並みで、珍しいことではない。小田原は松田終わり、大道寺駿河などの逆進から関白型に滅ぼされたのであり、会津は足名の四天王と言われた平田松本佐世富太郎が心変わりしたから、政宗に取られたのである。政宗は前に言った通り、 まだ秀吉に起伏せぬ前に、木村府氏が今度拝領した大崎を取ろうと思って、大崎の真下たる湯山隆信を我に内通させて、氏家義継と共に大崎を図らせていたのである。そういうわけなのであるから、大崎の一揆の中に、その湯山隆信らがいたかどうだかはわからぬが、少なくとも大崎領に、 政宗の電話が開通していたことは疑いないさあ木村節が信頼無穏の天下り武士で多少の非正があったのだろうから土着の武士らが一揆を起こすに至ってその一揆はなかなか手広くまた手強かった木村伊勢守が成り合い平左衛門を入れておいた佐沼城を一揆は取り囲んだ サ沼マは仙台よりはまだずっと奥で、今の青森線の新田駅、あるいはセミネ駅あたりから東へ入ったところであり、海岸へ出て気仙の方へ行く道にあたる。伊勢の神富士は、成りいを救わずにはいられないから、伊勢の神義清は、笠西の豊間城、すなわち今の留郡の豊間という、北上川沿岸の地から出張し、 この八一衛門の清久は大崎の小賀城、今の小五田駅より西北の地から出張して、佐沼の城の後詰めを義したところ、一騎の方はあらかじめ作戦計画を立てていたものと見えて、不在になった豊間と小賀の領城を、それ乗っ取れというので、たちまち攻め落としてしまった。佐沼は、豊間よりは西北、 小賀よりは東にあたるが、豊間と小賀との距離は、直接にすればさのみ隔たっておらぬとはいえ、さほどに近いわけでもないのに、核のごとく手際よく、木村富士が木に離れた猿か、水を失った船のように本拠を奪われたところを見ると、一気の方には十分の準備があり、統一が保てていて、思う壺へ落とし入れたものと見える。 生ぬる魂の木村不死は、両の家の文に、いわゆる鳥、その巣を焼かれた旅ガラス、バカーバカーと自ら泣くより他なくて、何ともせかたないから、自分が援助するつもりで来たなりあい平左衛門に、帰って助けられる形となって、佐沼の城へ不死とも立てこもることになった。 西を向いても東を向いても、親類縁者があるでもない診療地での苦境に陥っては、二人はかねての秀吉の言葉によって、合図の賀茂氏里とは随分の遠距離だが、その来園をこうよりほかなかった。一体あまり器量もない昇進の木村不死を急に引き立てて、河西大崎岩城を与えたのは、地と過分であった。 どうも秀吉の了見がわからない。木村不死の才能が見抜けぬ秀吉でもなく、新領主と地侍とが、どんな生きを生じやすいものだということを、がてんせぬ秀吉でもない。一旦自分に対して、深刻の敵意を差し挟んだ、婚礼合活のさっさなりまさを熊本に封じたのは、なりまさが無意でありうれば、 九州の土豪らに対して、成政は我が藩平となるのであり、成政を自滅させてしまうに足りるというので、ついに成政は、その馬鹿荒い性格の欠陥により、一気の放棄をいたして大土寺を演じたから、立花黒田ら所長に命じて、一気をも倒滅すれば、成政をも罪に問うてしまった。木村不死は、 何も越中立山から日本アルプスを越えて、徳川家康と秀吉を攻撃する相談をした、蔵之助成政ほどのいたち花火のような、物狂わしい火炎魂を持った男でもないし、それを飛び離れた奥地に置いたわけは、ちょっと下しかねる。ことによるとこれは、羊を持って狼を誘うのはかりごとで、このような弱武者の木村不死を生き絵にして、 隣の正宗を誘い、正宗が食いついたならばしょうめと殺してしまおうし、また、どこまでも首相下に、狼が衣を着通すならば、ものわかる狼だからそのままにしておいてよい、というので、何のことはない木村不死は、狼の岩屋のそばに遊ばせておかれる羊の役目を言いつかったのかもしれない。 筋書きがもしそのようならば、木村不死はあまりいい役ではないのだった。また、氏里に対して、木村不死をことも家来とも思えと言い、木村不死に対して、氏里を親とも主とも思えと、秀吉のくれぐれも勲入したのは、善意に介すれば、氏里を羊の番人にしたのに過ぎないが、 人を悪く考えれば、羊が狼に食い殺された場合は、万人には切腹させ、万人と狼と格闘して、狼が死ねば陳調陳調、万人が死んだ場合には、大概くたびれた狼をぶちのめすだけのこと。狼と万人とが、四つに組んでねじ合っていたら、 危なげなしに背面から狼を胴切りにしてしまう分のこと、という四本のくじのどれが出ても差し支えなしという涼しい了見で、それで木村富士と宇治里とお鎖で縛って、にかわでつけたようにしたのかもしれない。してみれば、秀吉はいいけれど、宇治とは巨額の年俸を与えられたとはいえ、ごくごく短期の間に、 その年俸を受け取れるかどうか分からぬ危険に遭遇すべき地に置かれたのだ。万人に対しての関白の愛は厚いか薄いか、まあ薄いらしい。合図配慮は8月中旬のことで、もうその年の10月の23日には、羊の木村不死は安穏に草をはんではいられなくなって、跳ねたり泣いたり大神をし始めたのであった。 一体、宇治里は、父の片秀の、義に堅いところを受けたのであろうか。理を見て義を忘れるようなことは、業もあえてしておらぬ。この時代においては律儀な人である。また、さっさ成正のような、偏気性格を持った男でもなかった。だから成正を忌むように、秀吉から忌まれるべきでもなかった。 が、藤里を合図に置いて、葛西大崎の木村不死と結びつけたのは、藤里に対して、もし温かい情があったとすれば、秀吉の仕方はいささか無理だった。葛西大崎と会津との距離は、あまり見学している。その間に今一人ぐらい誰かを置いて、連絡を取らせてもいいはずと思われる。 暖かではなくて、冷たいものであったとすれば、あの通りでちょうど良いであろう。宇治里が秀吉に、心ひそかに冷ややかに思われたとすれば、それは、宇治里が秀吉の主人信長の婿であったことと、最初は昇進であったが、次第次第に武功を積んで、人品骨柄のなかなか立派であることが、 世に認められるに至ったことで、他にこれということも見当たらぬ。しかし小田原聖伐出陣の時に、藤里が餓死に命じて、白綾の小袖に、左の手には扇、右の手には用事を持ったる、ありのままの姿を映させ、討ち死にせば、忘れがたみにもなるべしと言い、 奉行町の左近証言重寄の妻で、元鶴千代丸の時の乳母だった者に、この絵は誰に似たるぞ、と笑って示したので、左近が妻は、いまいましきことをさせたまう君かな、お年も枠を負わしながら、何のためにかかることを、と泣いたという話が伝わっている。戦の旅ごとに戦死と覚悟してかかるのが、 覚悟ある武士というものではあるが、ちょっとおかしい。宇治里の心中奥深きところに何かあったのではないかと思われぬでもないが、またさほどに深く解釈せずとも済む。秀吉が姿絵を宇治里の作らせたということを聞いて、寒類を落としたというのも、なんだかちょっと考えどころのあるようだが、 全くの管類とも思われる。すべてにおいて創殺のまとまるような材料はない。秀吉が憎んださっさなりまさの三階傘の馬印を宇治里が買うて、熊の棒という棒座屋に熊の皮を巻きつけたものに変えたのは、熊の棒が見立てがなかったからと、かつは行友の名をとどろかしたなりまさの用いたものを、 誰もはばかって用いなかったからと出会ったろうが、秀吉にとって面白い感じを与えたかどうか、あらずもがなのことだった。しかしもちろん、そんな佐治を滋賀にかける秀吉ではない。秀吉が宇治とを偶するに、別に何もあったわけではない。ただことに、これを愛するというまでに至っておらずに、 いささか冷ややかであったというまでである細川忠興が会津の陳述を辞退したというのは信じがたい話だが忠興が別に咎め立てもされずこの堅い役を辞したとすれば忠興はなかなか手際の良い利口者である氏真が政宗の後の合図を引き受けさせられたと同じように織田信勝は 小田原人の住んだ時に、秀吉から徳川家康の後の寸玄山に放ぜられた。ところが信勝はこの国替えを喜ばなくて、強いて秀吉の意に逆らった。そこで秀吉は腹を立てて、貴様は元来国を治め、民を養う器量があるわけではないが、亡き信長公の後なればこそ放置を送ったのに。 わがままに任せて我が弦を用いぬとは、己を知らぬにも程がある。というので、中に万石にしてしまった。信勝は元来、立派な父の子でありながら、器量が乏しく、自分のために、秀吉家康の小牧山の合戦をも起こさせるに至ったにかかわらず、秀吉にいたされてじきに和睦してしまったり、 また父の本能寺の変をきっ蔵之助から聞かされても嘘だろうくらいに聞いたほどの生ぬる魂でかの無学文毛のさっさなりさにさえ見限られたくらいのものゆえ秀吉に追われたのも不思議はない。前田利家はあまり人の悪口を言うような人ではないがその世上のうつけ者の二人として挙げた中の一人は しかと名はさしてないが、信勝ではないかと思われる。宇治里の父片秀が、光秀に従わぬために責められかかった時、遠平を孝太のにも強打で宣言して、人質を取ってから遠平を出すことにし、それもはかばかしいことを得せず、相応の兵力を有しながら、 父を殺した光秀征伐の戦の間にも合わなかった不甲斐なしであるから、好意交換、名門大砲のみでありながら中へ追われ、ついでではの秋田へ実せしめられたのも仕方はない。しかし秀吉がこれを清洲百万石から中へ変したのもあまりひどかった。馬鹿でも深くも者でも、氏里にとってはゆかりの兄弟である。 信勝信孝合戦の時は氏真は柴田に馴染みが深かったが信孝方につかず信勝方についたのであるその信勝が核のごとくにされたのは氏真にとっていい心持ちはせず秀吉の心の冷たさを感じたことであろうしかし天下の仕置きは人情の温かい冷たいなどを言ってはおられぬのである 道理の塔不塔でなすべきであるから致し方はない。致し方はないけれども地とひどすぎた。秀吉のこのひどいところ、冷たいところを味わわせられきっていて、そして天下の仕置きはどうすべきものだということを、えしきっている氏里である。木村不死の厄介な事件が起こったとで、かねても思いえきっていることであり、 またいかにすべきかも考えぬいていることである。今さら何の地にすべきでもない。木村不死は、佐沼から宇治里へ縁を置こうた。遠くても、寒気が激しくても捨ててはおけぬ。十一月五日には、宇治里はもう合図を立っている。診療地のことであるから、留守にも十分に心を配らねばならぬ。 木村不死の副鉄を踏んではならぬ。藍津城の留水には、賀さ佐分里吉、小倉武前守、高坂兵庫之助、関入道万鉄、いずれも頼みきったる者どもだ。それから関東口白川城には、関右兵衛の城、須賀川城には、田丸中司醤油を込めておくことにした。 正宗の方の片倉備中守が三春の城にいるから、油断のならぬ奴への押えである。中仙道口の南山城には、小倉作左衛門、越後口の津川城には、北川平左衛門の城、大街道口の塩川城には、我茂機内。それぞれ相当の人物を置いて、さて自分は一番先手に、 ガモウ・在ンザエ中ン、ガン二番手にガモ白兵衛、町の左近証言。三番に五手組、梅原・ヤザエモ森・民部の城、角谷・助上ウ寺村・半ンザエモン、ニッ之助。四番には六手組、細野・九郎ウエモ玉井・一ズ之助、岩田一ワタ・ 神田清右衛門、殿池孫左衛門、河合君左衛門。五番には七手組、我茂正元、我茂和江之助、我茂中兵衛、高木助六、中村仁衛門、殿池仁左衛門、町の門戸之助。六番には寄合組、佐久間九衛門、同じく元六、 神山八七郎、水野三左衛門。七番には弓鉄砲頭、鳥居四郎左衛門、郷坂玄之丞、伏せ次郎衛門、武部霊治、長原孫衛門、松田金七、坂崎五左衛門、早見勝左衛門。八番には手回り古将組、九番には馬回り、 十番には後備え関森吉。都合そのせい六千余期。人数王しというのではないが、本国豪州以来、伊勢松坂以来の一族遠類、切っても切れぬ同棲や眷族、多年恩子の頼み頼まれた侍。または、新規召し抱えではあるが、家来は州の義勇をしたい、地偶を感じ。 州は家来の器量骨柄を目で、慈しめる者ども。皆おのおの言わねど、欧州では初めての合戦に、我らが鋼の味、肝魂のほどを地侍どもに見せつけてくれんという意気を含んだものを従えて、真っ黒になって押し出した。その日は、北方奥地の寒意早く催して、 合図山おろし肌にすさまじく、白雪粉々と降りかかったが、人の持ち、はばかりし荒木大将さっさなりまさの、菅笠三階の馬印を立て、これは近き頃の下助の住人、一家僧侶の末であった小山小四郎が、俵東田総伝のお盾祭りしよりそれに改めた、三頭左どもへの門の旗を吹きなびかせ、 りんたる息、堂々たる威風、肌へたゆまず、まなこまじろがず、サヌマの城を心当たりに進みゆく。と修羅場読みが、一汗かかねばならぬ場合になった。が実際は額に汗をかくどころではない。鳥肌立つくらい寒かったので、諸子軍卒もいささかひるんだろう。 そこをさすがは忠三郎氏里だ。戦の門出に、全軍の気が苗いているようではよろしくないから、諸手の死卒を緊張させて、その息を奮い立たせるために、自分はすぐ肌に鎧ばかりを着したということが伝えられている。鎧を着るには鎧下といって、錦や練り絹などでできているものを着る。袴短く、 裾や袖はくくり折りがあってこれをくくる。身分の低いもののは面などではないが、まずはひたたれであるから、鎧ひたたれとも言う。看護のいわゆる先方で、斎藤実盛の涙ぐましい話を残したのも、その鎧ひたたれについてである。氏里が風雪出陣の日に、すぐ肌に鎧を着たというのも、 ふざけ者が土曜干しの時の戯れのように、ふんどし一つで大鎧を着たというのではなく、鎧ひたたれをつけないだけであったろうが、それにしても寒いのにはそういなかったろう。しかしこういう対象であってみれば、そ卒も仕けかえって震えているわけにはいかぬ。力肘を張り、力足を踏んだことだろう。 こういう長官がいなくて、太平の世の官員は、石炭ばかり気にしてくべて、幸せなことである。冗談はさておき、新しい領主の氏里が出陣すると、これを見て合図の町人百姓は、氏里を気の毒がって涙をこぼしたという。それは噂によれば、木村伊勢の神不死も、 ねじろを奪われたくらいでは、欧州侍は皆敵になったのであるし、ご領主のご領内も、在来の者どもの放棄は思われる。豪棄の大将ではあらせられても、お味方は少なく、土地の者のは多い。叶わせられることではなかろう。痛わしいおことである。さだめし筆胸は、 いかなるところにてか果てさせたまうであろう」というのであった。欧州においたって欧州武士よりほかの,のを見ぬ者は一つは国自慢で欧州武士というものは日本一のように強いものに思っていたせいもあろうがその反面には文化で学問があって民を武する道を知っていたろう氏里の死が。 木村不死やささっなりまさなどと違って、部位の恐ろしさのみをもって、民に望まなかったため、近々の日数であったにかかわらず、今度の領主はどういう人であろうと、不意遊具のこを張って伺っていた人民に、安堵と従って親愛の念を抱かせたゆえであったろう。藤里の出陣には、民百姓ばかりでない、 町の根証言もいささか危ぶんで願わくは今しばらく土地にも慣れ市井の事情も明らかになってから銭湯に登ってほしいと思った会津から佐沼への道は第一日程は大野原を経て仁橋川を渡り猪苗代湖をめてに見てその湖の北方なる猪苗代城にとどまるのが急いでも急がいでも 公軍上死闘の頃合いであった。で、宇治里の軍は、稲わし城,城に宿営した。稲わし城,城の奉行は、かつて松坂城の奉行であった、町の左近証言で、これは宇治里の乳母を妻にしていて、主人とはことに親しみ深いものであった。そこで老人の危険を意味資料も加わってであろうが、 宇治里を我が館に入れ参らせてから、密かに還元を建てつって。今この寒天に、ここよりはるかに北の奥なる辺りに発行したマウトも、神馬も疲れて働きも思うようにはなるマジク、不安内の山、川、森、沼。ご勝利を得たマウにしても、なかなか容易なるマジクを思われまする。ここは一応こらえたまいて、 来年の春をもっておいでなされてはいかがでござる。としきりに止めたのである。町の茂頼の言も道理ではあるが、それはもう魂の火炎が衰えている年寄り武者の意見である。氏里この時は三十五歳であったから、氏里の乳母は少なくとも五十以上、その夫の茂頼は六十近くでもあったろう。 老人と老婆は、安全を得るということについては賢いものであるから、大抵の場合において老人には従い、老婆には乗るが危険は少ない。けれどもそれは、無事の日のことである。戦機の駆け引きには、安全第一はむしろ咲くべきであり、時少なく、道長きよりは、老婆は取るべからずである。 今起こった一機は少しでも早く退治してしまってその根を張り枝を茂らせぬ間に刈り除き抜き捨てるのを木々の処置とする。かつまた信雄が明智蘭の時のような態度をとっていた日には武道も立たぬし秀吉の目もいかろうし木村不死をこともきかとも思えと秀吉に前もって打っておかれた釘が ひしひしと我が胸に立つわけである。で、宇治とは町野に対して、何時の還元を破るではないが、どうもそうはなりかねる。たというんつたなく、ときりあらずして、我が神はともなれかくもなれ、ことも見よ、親とも仰げと、殿下の言われた木村不死を見つがるならば、 我が武道はこの後全くスたると言い切った。町野も画展の悪い男ではなかった。老眼に涙を浮かべて、ごもっともの仰せと受けたまわりました。しからばそれがしも一後のご奉公。潔くお先をかけ申そう。としわ腕を取り絞って、部署に着くことに決した。 こういう資料を抱き、こういう決着をあえてしたのは、必ず町ののみではなかったろう。一族不大の侍たちには、よくよくたぎり立った魂の持ち主と、分別の遠く届く者を除いては、随分数多いことであったろうし、そして皆氏里の立場を了解するに及んで、奮然として各自の侍魂に、 死食や白色の火炎を燃やし立てたことであろう。それでなくては、四方八方難儀の多い上に、横っ腹に伊達政宗という癖者が、すごい目をギロつかせて、刀の塚に手をかけている恐ろしい境外に、毅然たる立派な態度をどうして保ち得られたろう。であるから、宇治里の佐沼の後詰めは、 エンドの商戦のようであるが、他の多くのありふれた戦にはまさったやりにくい戦で、そして味わってみるとなかなか細やかな味のある戦であり、やり刀ちみどろ大わらわという大味な戦ではないのである。